はい、皆様こんばんは。7時になりましたので、オープンラボを開始したいと思います。まあ、暑い毎日が続いております上に、ついにまた第7波が、吸収してまいりました。本当に、体に気をつけて、この夏を乗り切り、今年を乗り切っていきたいと思っているところです。今晩もよろしくお願いいたします。私、AITC コミュニティの代表を務めております田原と申します。よろしくお願いいたします。もうすでにコンパスでご案内は差し上げておりますけれども、まずはちょっと皆様にご留意いただきたいことを言わせてください。まずマイクとカメラはオフでお願いします。それから公開用の録画を行いますので、事後公開いたします。あらかじめご了解くださいませ。それからご質問ご意見ご要望などは基本的にはチャットでお知らせいただきたいと思います。また終了後にはアンケート、ここに書いてございます。URL で載っておりますので、こちらにインプットをお願いいたします。ということで、今日の本題に入っていきたいんですが、その前に少々ご案内をさせてください。まずは最初にちょっと時間をいただいて、AITC、まあ、今現在コミュニティになっておりますけれども、コミュニティ、どんなものなのか、ご案内をさせてください。それからその後19時10分を予定しておりますけれども、そこから20時55分まで、今日の本題でございます、そのメタバースと空間 OS を組み合わせたこのテーマ設定で、お話とそれから提談という形で進めさせてください。質疑応答意見交換も交えて20時55分までということでクロージングをして今日は終了となります。皆様にはこれまでメタバース連続講座ということでご案内してまいりました。過去2回お出になってこた方ももちろんおられますし、初めて今日から参加という方もおられますので、ちょっと振り返りをさせてください。本当に上面だけでごめんなさいという形なんですが、このメタバース連続講座のテーマはですね、メタバースって何、いろんなことを言われてるし聞くけれども本当に一体何なんだろう、そしてこれからどうなっていくんだろう、社会をどう変えるんだろう、あるいは私たちの生き方とか生活にどう関わってくるんだろう、まあ、そんな形で将来像とか可能性を考えてみましょう。こんなテーマ設定のもとに連続講座、今回は3回目となりますが続けてまいりました。最初の2回は三淵先生、 AITC コミュニティの顧問にもなっていただいておりますけれども、三淵先生からお話をいただきました。2回ともにメタバースの入門です。3月の23日はですね、左手にございますようなセカンドライフって3次元空間を持った仮想世界をメタバースって定義するんですよと、でこんな図もご提示いただいてメタバースのご説明をいただき、また2005、6年に盛り上がりましたセカンドライフのブームとの違いっていうのをお話しいただきました。まあ、振り返りますと時代は違います。私たちの手元にあったのはガラケーです。今やものすごいハイスペックのスマホが手にあります。またこの間にテクノロジーも猛烈に進歩しました。例えばブロックチェーン、暗号資産、 NFT といったようなものが出てまいりまして、このセカンドライフのブームとは違うリアルな形での今メタバースが普及し始めております。企業も大乗りでいろいろやってらっしゃいますよね。そんな第1回目のお話を踏まえて第2回目は VR、Unity、こういった新しい技術の革新、あるいは 3D の空間シミュレーションの価値とかアバターコミュニケーション、こういったところを中心にお話しいただきました。そして先生が力説されていたのが新しいコミュニティ、これをベースとする経済活動も起こってくるんだ、いろんなコミュニティの種類を ご提示いただいてご説明いただきました。本当に分かりやすく熱い説明をいただきまして、本当に皆様から高いご評価をいただいたというところでございます。さて第3回目、今晩はすでにご案内の通り、私どもが開発をいたしました空間 OS のこれまでとこれからというのをメタバースと組み合わせて応用編としてお話をしてまいります。まさに将来像、可能性ってどうなっていくの
この段取りだと思ってくださいませ。さて、こんな話を今回展開するわけですけれども、ご登壇いただくのはこのお3名となります。2回に引き続き水口先生にご登壇いただきます。また空間 OS の開発者である中川さん、私どもの XL 研究部会グループのサブリーダーを務めてくださってます。またもう一方、 MC 役として井出さん、井出さんは今 XR の研究グループのリーダーを務めてくださってます。この3人に後ほど登壇いただくこととなります。お楽しみになさってください。さて、すいません、ちょっとだけ、もうちょっとだけお時間をいただいて、 AITC のコミュニティについてザザザザッと簡単にご紹介させてください。まず AITC のコミュニティってこういう系譜の上にあるものなんだっていうことをお分かりいただけたら嬉しいと思います。主としては JAPA コンソーシアムの XM 部会を母体として XM のコンソーシアムが生まれ、そしてこれをベースとして AITC のコンソーシアム活動をして、さらにコミュニティ化したということなんです。コンソーシアム時代にはいろんな活動をしてまいりました。ちょっと次のページをご覧いただけますか。5つの部会、例えばコンテキストコンピューティング、それからその右手にクラウドテクノロジー活用部会、そしてビジネス AR 研究部会、ナチュラルユーザーインターフェース活用部会、ユーザーエクスペリエンス技術部会、こういったような5つの部会をメインの活動主体として、またその5つが手を組む形で共同プロジェクト、空気を読む家というのを進めてまいりました。そして周りにございますようないろんな外部の団体、例えば気象関係の WXDC、 気象庁さんが主導されているものですとか、情報処理学会、こういったところで空気を読むよう発表したり、あるいはデームとで発表させていただいたり、人工知能学会でも発表したり、こういうようなことをやってまいりました。この資産を大事にして新しいフェーズに入ったのがコミュニティです。次のページをちょっとご覧になってください。コンソーシアム、これは企業が中心でございましたので、本当に、活動の趣旨、そしてその活動の結果どういう成果物を作るんだ、1年ごとに計画を改め見直し、そして活動をしてまいりました。この企業中心から昨年の10月22日にコミュニティに変身させました。ここからは個人が主体です。ある方はここでいろんな自分のやりたいことをやってみたいと思われるでしょう。ある人は今までのつながりでみんなと仲良く、それを絆を大切にしていきたいなってつながっていきたいと思う方もいらっしゃるでしょう。それぞれが望むようにしてくださって結構な場なんです。本当に一人一人が責任を持って自由に伸び伸びとやりたいことに取り組んで、それが未来につながったり未来を開いていく活動になれば本当に嬉しいなと思っているのがコミュニティに込めた思いです。ただやりたいことはそのコンソーシアム時代に培ったものも大事にしていきたいと思っております。ちょっと次のページをご覧になってください。コンソーシアムではこういったエリアの技術領域を主体とし中心として活動を展開してまいりました。中心の部分に赤字のところがありますけれども、このメタバース、この連続講座を仕組んでくれたのは、この今 XR 研究グループと称しているここのエリアを扱っている人たちです。その他にも今現在もこの多くのものを抱えながらコミュニティとしての活動を進めております。またさらに新しいものも取り込みながらやっていきたいなというふうにみんなと話しております。さて、これをそれじゃあどんなふうな形で展開するのかということですけれども、左手の方はコミュニティに登録をしてくださっている活動、会員さんの活動です。ここはグループ活動と称してやりたい技術テーマに沿わせて人が集まり活動を展開してまいります。また右手の方は非会員さんでも結構です。我々会員が活動したそして得たスキルとかノウハウを皆さんにお知らせしたいと思います。
その代わり皆様からもいろんなご意見とかご要望とかいただいて、そしてできることならば仲間に加わっていただいて、そして一緒に活動させてくださいね、フィードバックくださいね、こういうようなことでミニザーのオープン活動を展開しております。この赤く塗ったところが今回の AITC オープンラボということです。今日現在左手の方の会員主体の活動ではブルーになっています。この3つが走っておりますけれども、皆様からご要望いただいて新しいグループ活動を展開していけたらなと考えているところです。はい、ということで本当に雑把なコミュニティのご紹介でしたけれども、概要をちょっとでも掴んでいただけたら嬉しく思います。さて本題に入ってまいりましょう。ここからは空間 OS とは何か、ここから始まって定談に発展させてまいります。XR 研究グループのリーダー井出さんにバトンタッチをしたいと思います。ここからよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、XR 研究グループの井出です。よろしくお願いします。1回目から3回目まで、1回目と2回目は三菱先生に中心となってお話しいただきましたが、今回はあれですね、まあ、この XR 研究グループ、先ほど田原さん のご案内にあったとおり、昔はっていうか、ちょっと前まではビジネス AR グループと呼んでいたんですが、私がリーダーになる前からですね、中川さん中心に空間 OS、まあ、さらに言うとその共同グループ の共同でやっていたその空気を読む家の大黒柱でもある空間 OS というものについて開発していただいた中川さんから、まずはですね、そもそも空間 OS って何という話ですね。多分聞き慣れない話、まだ AITC のことをまだちょっとよく分かんないなって方は、まずそこから、空間 OS は何かっていう話と、それがまあ今後この連続セミナーのテーマでメタバースにどうやって使えるんだろうみたいな話を、まあ、ざっくり概観していただこうと思っています。はい、というわけで中川さん、準備できてますでしょうか。はい、中川さんからご講演いただこうと思います。よろしくお願いします。はい、ご紹介いただきました中川と申します。今日はメタバース の一連の中でまた突然空間 OS という話が出てきますけれども、まあ、メタバースとリアルな世界をつなぐっていうような、そういういろんなものが連携するプラットフォームが作れるんじゃないだろうかっていうご提案の話です。ではこのプレゼンに沿ってお話をさせていただきます。まず空間 OS っていうことなんですけれども、まあ、きっかけは AITC で空気を読む家という企画が立ち上がりまして、まあ、家とか部屋とかそういった中でいろいろな機器や人が連携する、そういう場にのための OS というものが作れるんじゃないか。そういうものっていうのはずっと人の一生を見守るようなシステムであって、まあ、寿命としては数十年以上こう動き続けるようなものでなければならないんじゃないかというところからスタートしております。で、まあ、いきなり実装の話になりますけど、まあ、いろんな検討があった上で、まあ、空間 OS 上でいろいろなものが動く、それは昔からあるエージェントと言われているモデルで説明できるんじゃないかということで、まあ、空間 OS っていうのは一言で言うと黒板モデルのエージェント連携基盤であるということですね。まあ、エージェント思考っていうのはしばらく前に流行ったことがあるんですけども、その時にそのいろいろなエージェントが黒板にデータを書いたり、そこからデータを読み込んだりして、共同作業を行っていくっていうのが黒板モデルあります。空気を読む家の実装実験ではこの黒板モデルを実現するためにアパッチジーナというRDF ストア、まあ、一種のグラフデータベースなんですけれども、RDF という記述方法で書かれた情報をストアするデータベースをもとにですね、これにもともとの RDF ストアは比較的静的な情報、知識とか、
そういった学術データとか、すでに得られた整理された情報を蓄えるようなもので使われていることが多いんですけれども、これに物理ノードという機能を加えまして、リアルタイムに変化した値を書き込んだり、あるいは読み出したりすることができるようにするような改変を加えました。まあ、具体的にはウェブソケットでエージェントが接続すると、サブスクライブ対象のデータが変化すれば知らされるという、そういうアーキテクチャですね。で、かつその物理ノードのこれまで変化してきた値の履歴というものを情報として持って、いるようなものを考えました。で、まあ、これはちょっとした実験で終わったんですけども、アクセス権限の制御。元々の RDF ストアっていうのはオープンデータのために作られたんで、極めてオープンなものなんですけれども、やはり、プライバシーを扱うっていうような用途を考えると、アクセス権限の制御も必要だろうっていうような実験をしました。で、この RDF ストアっていうのは、まあ、単なるデータベースソフトで、クラウド上に設置することも、エッジ、まあ、現場、ですね。家とか部屋に設置することもどちらも可能な構成になっています。で、このようにデータベースを中心に据えることによって、データによの互換性さえ保てれば、代々、機械が入れ替わっても、その機能を受け継いでいくことができるだろうということで、まあ、寿命数十年以上っていう目標に対しては、まずデータをずっと維持し続けるということを考えました。その時に、間違いなくエクスポート、インポートできるためには、単純で、しかも、あらゆる情報を表現できるような万能な構造を持つ。それから、時代が変われば内容も変化してきますから、ある言葉がだんだん意味を変わっていくっていったような時に、その名前空間を分離して、新旧のデータを共存できるっていうことを考えたわけですね。それから、特に注目したのはローカルな連携。今、世の中の多くのシステムっていうのは、クラウド上が主になって、エッジはただデータを集めるだけみたいなことが多いんですけれども、まあ、ローカル連携、ローカルな、サーバーによって連携させるんでなければできないようなことがあります。まずは、機微なプライバシー情報っていうのを、あまり外で処理したくないっていう強い要望があります。それから、リアルタイム性ですね。クラウドを返すと、何百ミリセカンドっていうのは遅延が発生してみますので、まあ、本当のリアルタイムの音のためには、その現場で連携する必要がある。それから、クラウドやネットがダウンしても、やはりそこで生活している人たちを、支えていかなければならないという兼業性があります。それから多様性ですね。これはいろんな人がいて、いろんな現場があるというところでは、まあ、クラウドのサービスというのは、大体均等なサービスを提供するということに集中しがちですけれども、まあ、その場でどのような組み合わせのデバイスでも動くというような多様性を目指す。そのためにはローカルな連携が必要であろうというふうに考えました。まあ、ざっとその家における空間 OS っていうのものを考えてみると、まあ、動的 RDF ストアっていうところの、ストレージをいろいろなエージェントが共有する。その RDF ストアの中には、センサーとかアクチュエーターっていうのは非常に単純なデータから、それを解釈して、例えば画像から、ここに人がいるとか、その人は寝転がってるっていうことを解釈するような。あるいは、空調とか電力制御のような、あるミッションを持って、いろいろなサービスを実行するエージェント。それから、機械と人との間を取り持つための、まあ、人と会話したり、あるいは、連絡を取ったりするようなエージェントが必要だ。そういう階層構造を持ったようになるというふうに考えます。それからそうしたものが動作する前提としての、その場所の知識ですね。ここにはどういう人が住んでて、どういう間取りの家があって、どんな契約をしているっていうような情報を蓄えるわけですね。で、これが空間 OS の、プライベートなストアとなります。
それから全く同じアーキテクチャで、インターネットの世界に公開されているデータとも連携することができるように考えています。まあ、その世界の情報としては一般知識とか、あるいはいろいろな機械、デバイスの、使用ですとか、いろいろな情報のメタデータというようなものがあると思います。で、そうしたものを総合して連携させて動いていく、ものとしての空間を増すというものを構想しました。で、例えば、実現したいこととしては、まあ、空気を読む家が住人に暑いので窓を開けませんかっていうような提案をするっていうような動作が実現できるためにはどうしたらいいんだろうということを用意します。例えば、よくありがちな解決策としては、まあ、家電メーカーの提案する解決策はエアコンを自動的に稼働しましょうでしょうし、あるいは住宅メーカーであれば窓の自動開閉装置をつけましょうっていうようなことになるかもしれないですけれども、そこに住んでる人のためっていうことを考えるとですね、そういう各メーカーのようなものの利害を離れて、いろいろな周りの状況を判断して、例えばこの人は今ずっと一人でいて運動不足なんで、ちょっと窓でも開けません、出しましょうかみたいな、そういういろいろなことを勘案して判断するっていうようなことがあり得るんじゃないかというふうに考えているわけですね。で、まあ、そういう構想は大きかったんですけども、まあ、実装実験はとりあえず一番下のレベルで機器が連携できるかっていうようなことを改造した RDF ストアで実験しました。で、まあ、実験結果としては一応プログラムが思った通りに動作するとか、あるいは、シミュレーション、連携する相手のデータっていうものを、最初に作っておいて、シミュレーションして、開発して、で、実際の現場で本当につなげてみるっていうような開発ができるっていうことが、まあ、結構開発がしやすいということが分かりました。で、すべて JSON のテキストでデータをやり取りしてるんですけど、まあ、そこそこのパフォーマンスも出るっていうことが確認できました。さて、で、こうしたものを、どういうふうに使っていくかっていうことについて、まあ、空間 OS のようなものが、どこの家にも、どこのオフィスにもあってっていうようなインフラとして整備すればいいよねっていう話はするんですけれども、なかなかそれを実現するっていうのは難しい。特にその空間 OS っていうのは、その上でサービスを実現するためのプラットフォームなんで、儲からないんですね。で、まあそういうところで、これはなかなか良さそうなものだけど実現しにくいよねっていうような話をしておりました。で、この、一連のセミナーの中の第2回で、デジタル庁の村上統括官様の講演があったんですけども、そこで、お話があったのは、その共助のインフラっていうものが必要であって、これからの世の中において。まあ、例えば、そこで紹介されたのは、スマートシティにおいて、そのラストワンマイルの配達をするっていう業務です。で、これは今、いろいろな宅配の会社がやってるんですけれども、例えば佐川急便が、まあ、会社の名前が出るのはあるんですけども、ヤマトの荷物を届けるとかっていうことがなかなか難しい。あるいは、その、ちょっと、した配達に、そういったものを利用するっていうのは、いろいろなアイデアはあるんですけれども、それを実現するためにどうしたらいいかっていうビジネスの仕組みを考えると、そこで頓挫してしまうという話がありました。で、そういう話の中から、その共助のインフラとして、例えば今のラストワンマイルの、配達の仕組みっていうものを、何か共同で整備すれば、それをいろいろな人が使っていろんなサービスを実行できるだろうということで、まあ、今後はその共助のインフラを作るっていう方法を考えなきゃいけないんじゃないだろうかというご講演がありました。これまさにその空間 OS っていうのはこの共助のインフラとして結構重要な役割を果たせるんじゃないかっていうところでは、まあ、それをどういうふうに実現しているかっていうのはなかなか難しい問題ですけども、
価値はありそうだということは見えてきたんです。で、まあ、その共助のインフラっていうのはどういうことかっていうと、その、例えば、それぞれの個人、家とか家庭においていろいろな行政とか企業、あるいはご近所さんみたいなことは、方は連携するため の、 道具立てとして使えるんじゃないか。まあ、高齢者の方がそんなに暑くないって言って、エアコンを切ってしまって熱中症になるみたいな話がありましたけれども、それを、まあそういう方に向けては、エアコンのリモコンは操作できるんだけども、本当にはオフにならないみたいな、そういう設定をいろいろできるとかですね。見守りをするとか、あるいは離れて住む家族が、いろいろなやり取りをするっていったような、様々な用途に使えるんじゃないかということを考えるんですね。で、ところで、今まで構想してきた空間 OS っていうものなんですけども、それを、ちょっと別の見方で見てみると、その黒板で共有するデータは、いわゆるデジタルツインっていうものなわけです。まあ、その場所のプロパティとしてセンサーからの値、まあ、カメラとか温度計とかドアの開閉状態みたいなものが、空間 OS の中に蓄えられていて、それが変化すれば、そのデータを必要とするエージェントに送られるという仕組みになっています。で、まあ、デジタルツインというと、よく、その実際の世界のモデルを、取り込むっていうイメージで語られますけども、それだけじゃなくてですね、そのデジタルツインにデータを書き込むと世界を変化させることができる使い方ができるわけですね。例えば、照明の、と接続している物理ノードにオンっていうようなメッセージを書き込むと照明がつくみたいな、そういう使い方ができるわけです。あるいは、その辺にいるエージェントですね。まあ、エージェントって言ってもいろいろなレベルのものがありますけれども、人を追跡するエージェントですとか、あるいは空調をコントロールするエージェントの、判断した状況とか、そういうものを空間 OS で共有するっていう、そういうエージェントの中の状態をデジタルツインとして、黒板に書いていくっていうような使い方があろうかと思います。でその観点で、まあ、空間 OS っていうものの構成を簡単に書いてみると、まあ、デジタルツインのストレージとして空間 OS というものが存在していて、そこには、まあ、デジタルツインだけじゃなくて、その履歴ですとか、メタデータとか、あるいは探し出すためのインデックスみたいな情報が入っている。でそれに、センサーとか、計算エンジェルトとか、あるいはアクチュエーターがつながっているっていうようなイメージ。でこういうようなモデルで考えると、実はこれなんかメタバース の、 システムと似てるところがあるよねっていうことで、まあ、メタバースっていうもの、まあ、これまでにセカンドライフとかそういったものを紹介されましたけど、これは空間 OS にモデル化することもできるんじゃないか。でもしそういうことができるんだであれば、複数のメタバースを空間 OS でつなぐことはできるんじゃないか。あるいは、現実空間とメタバースをつなげることはできるんじゃないかというような仮説が出てきます。で、まあ、同じようにメタバースというものを考えてみると、メタバースのシステムというのを分解してみると、モデル空間というのがあって、まあ、そこにオブジェクト、いろいろなメタバースに存在するオブジェクトが、それに対してセンシングしたデータを送り込んでやると、まあ、モデルが変化して、で、計算エージェント。まあ、これは多分普通の実装ではクラウド化に一体化してるんでしょうけれども、が、まあ、いろいろな計算を行って、そのセンシングしたデータをもとにまたモデルを動かす。ここでセンシングするデータっていうのは、まあ、キーとかスイッチとか、モーショントラッキングとかいろいろなインプットわけですね。で、その上に対して、計算を行って、で、フィードバックをユーザーに返してやるっていうようなシステムになっています。で、これを、まあ、ちょっとモデルをつなげてみるとですね、その、
メタバースのモデル空間っていうもののモデルを空間 OS のデータにマッピングしてやるっていうようなことは、まあ、原理的にはできるだろうと。で、それも、メタバースのモデル空間1種類だけじゃなくて、いろいろなモデル空間とつなぐこともできる。で、それの共通の、データストレージとして使うことができるんじゃないか。で、こういうものを空間 OS をハブとしていろいろなメタバースをつなぐっていうような使い方ができるんじゃないかというようなことを考えました。で、まあ、またちょっと話が変わってですね、空間 OS っていうものはどういうものかっていうのをもうちょっと離れたところから眺めてみると、その新しいプログラミングモデルと考えることができるんじゃないか。多くの言語やまあ、RPC とかそういう仕組みでは、イベントと一緒にパラメータを渡すと、その応答が返ってくるような形で計算が進んでいきます。ですから、まあ、関数型言語でと関数名があって、それに引数を渡してやると返り値があるみたいな感じですね。まあ、空間 OS の上のプログラミングっていうのは、そういうパラメータを一個一個指定して渡すんではなくて、そのコンテキスト、そのエージェントたちが共有するデータ全体を見てですね、それぞれのエージェントが判断して新しいコンテクストを書き込んでやるっていうような形の計算モデルです。まあ、ここでいうコンテクストっていうのは、まあ、エージェント群が共有する情報というわけですね。で、このコンテクストっていうのは、まあ、そのコンテクストの内側にあるものだけをエージェントが扱うっていう意味では、まあ、いわゆるフレーム問題みたいな。こう無限にデータが広がっていって扱いにくくなっているところにちょっと境目を作ってやるっていう、そういうこともありますし、あるいはその連携するエージェントだけで秘密を分かち合う。で、外には漏らさないっていうような使い方もできるっていうふうに考えることができます。で、さらにそのコンテキストっていうのは、今空間 OS が持っているデータ全体をコンテキストってなんとなく読んでお話しましたけれども、それぞれきっと分類がされていてですね、まあ、ある部屋に関する空間 OS の持っているコンテキストには、その家族とかそこに関わる人とか会社のコンテキスト、あるいはそれが関わっている何かのアクティビティのコンテキストっていうのは、いろいろな境界線が引くことができるんじゃないかというふうに思われます。で、まあ、もう一度家における空間 OS って、先ほどの絵と同じものですけれども、まあ、こういういろいろなデータがあって、その全体を俯瞰して動くエージェントもあれば、ある一部だけを、解釈実行するようなものもあるだろう。例えば、エアコンをコントロールする空調のエージェントは、が使うデータっていうのはこの全体ではないかもしれない。まあ、そういう意味でこの家の中でもいろいろなコンテキストが重ねり合ってあるっていうようなモデルになろうかと思います。で、最後にですね、その今後そういうメタバースとかリアル空間でのアプリケーションいろいろな機械がまあ連携しながら動いていくっていうのもアプリケーションを作るときには、プライバシーっていうものをどう扱うかっていうのは結構難しいみたいなところですね。で、まあ一つ、このコンテキストっていうのはそのプライバシーの問題を整理するために使えるんじゃないかということを考えました。その、よくシステムを作るときに、その、これは秘密で、これは公開するデータだみたいな、話をしがちですけれども、そのプライバシーっていうのは、そのどんな場面でも明確に判定できる0か1かの値ではないですね。その自分だけを持っているデータとか、あるいは家族との間での、共有するデータ、あるいは家族には言えないんだけど、お医者さんには言えるデータ。そういういろいろなコンテキストがあるかと思うんですけれども、まあ、そういうものをこの RDF ストア、まあ空間 OS のデータベースの中で、境界線を持って、
保護していくっていうようなアーキテクチャが作れるんじゃないかっていうような仮説を持っています。ちょっと取り留めもなくいろいろ空間オアシスに関するアイデアというのをご紹介しました。私からの話は以上になります。はい、中川さんありがとうございます。それでは引き続き私の方からですね、先ほど中川さんのお話にあった通り、この空間オアシスっていうのは、その空間オアシス自体と、あとはその空気を読む家っていう、プロジェクトでの、成長してきたということがあります。で、その中で、具体的にいろいろ、私たち、XR 研究グループだけじゃなくて、AITC の他の、コンテキスト研究グループとか、クラウド研究グループとか、そういうところの、方々と議論していろいろ作ってきたんですけども、それで実証できたことや、何をやってきたかっていうことについて、井出の方から簡単に、サマリーについてお話しさせていただければと思います。よろしくお願いします。はい、では空間 OS と空気を読む家の実証と題しまして、TIS 株式会社井出が発表させていただきます。よろしくお願いします。はい、でそもそもですね、空気を読む家とドカンと、タイトルが書いてありますけども、そもそもこれっていうのは何かっていう話を少しお話しさせてください。共同プロジェクト空気を読む家、ちょっと古い名前になってますが、なぜならばこれはこの今のコミュニティではなくて、その前身のコンソーシアムの時代からずっとやってきた活動でございまして、とにかくもその AITC のさまざまな部会、例えば UX 技術部会、NUI 活用部会、コンテキストコンピューティング研究部会、クラウドテクノロジー活用部会、ビジネス AR 部会と、さまざまな先端技術だとか、必要な知見みたいなことを扱ってくるグループが AITC にあったんですけども、それを結集して一つのプロジェクトとして、何かやろうよっていう話が、立ち上がりました。具体的には、でそれをですね、単純な一つのどこかに寄ったような技術というよりかは、全部を包括して日常生活に役立つとか、人々にいいねって言われるような何かこう、新しいことを、しかもそのソフトウェアだけじゃなくてハードウェアも、組み合わせてやっていこうっていう、結構チャレンジングなテーマとして、空気を読む家というテーマが、立ち上がっています。来ています。はい、で、コンセプトですよね、ですというと、ひたすらにさっき中川さんのお話でも ありましたが、居心地の良さを考えて実現する家、ただの自動化ではなくてですね、その空気を読むとは何かっていうところもいろいろ常々議論してきたんですけども、何か勝手に最適化というか、人のことを考えずに温度を下げればいいんだろうということじゃなくて、空気を読むっていうのは、家というのは私たちに必要なことを考えてそれを実現する家っていうこと、やっぱりそのコンテキストを読んだりとか、コンテキストというか空気ですねを読んで、察してあげて、その居心地の良さっていうことを、人と対話しながら、インタラクションしながら成長していったり、考えてあげてくれたりする、家っていうのを、どのようにして作ることができるかっていうのが、課題となっています。なのでその空気を読むっていうのは、一番下の赤いところに書いてますが、私たちの行動を見て世の中の知恵を取り入れて、空気の読む家は私たちと一緒に成長して変化するものというふうに考えて、そういう家をじゃあどうやったら建てることができるかっていうことを考えて、今までもう数年間にわたって議論してきました。はい、で技術的なコンセプトとしましては、右上から始まるんですけど、まずはセンシング、いろいろ今センサーとかカメラとかマイクってどんどん進化してきているし、ちっちゃくなってきているし、安くなってきていると思うんですけど、そういうところからまず家が我々を見ることができるというか、感じることができるようにするためのセンシングで、それを貯めるために、特にさっきの空間 OS とかもここら辺を特に、になっているんですけども、その空間 OS を中心としたデータを蓄積で、そして、AI とか、コンテキスト分析ですね、とかを含めて、この人って今そのデータを見てみるとどういう状況なんだろうって推察する。で、そしてその意思決定をする。その機械がですね、いろんな情報を集めて推論して意思決定するっていうところが黄色の部分になってきています。はい。で、この辺はやっぱり AI 部会とか、クラウドコンピューティング部会とか、CC 圏が役割になってきました。で、最後に、フィードバックとして、NUI とか、ナチュラルインターフェースとして、じゃあ、音声で伝えてあげようとか、触覚で伝えてあげようとかっていうふうな、このぐるぐると回る、円の、フィードバッ
フィードバックのループがあるんですけども、まあ、それをもとに、まあ、そこの技術をいろいろ組み合わせてやっていこうというところになっています。で、まあ、その中心にいるのはつなぐものとしての空間法ですというふうになってきました。はい。で、まあ、どういうコンセプトでやってきたかというと、まあ、毎年あの IT フォーラムっていうところで特にセッションを持たせていただいてたんですけど、まあ、そういう時の、まあ、その毎年のところに、まあ、1部屋ずつコンセプトを決めて、どういう課題があってどうなるといいかなと思って実装していくっていうのをテーマに空気を読む家をやってきました。はい。で、まあ、その空間 OS っていうのを中心として、まあ、そこを中心として実装を機能拡張していこうねっていうところがありました。で、その利用シーンとかありたい姿っていうのは、まあ、漫画駆動開発という UX 部会が特に中心となって作ってくれてたんですけど、まあ、そこを見てみんな、あ、こういう姿っていいよねっていうふうなところでシナリオを作っていくというプロジェクトの進め方をしていました。はい。で、これまでの取り組みなんですけども、もう2015年からですね、で、昨年ですね、2022年、最後になるかな、7回、でファイナルと題して、コミュニティコンソーシアムのファイナルとして、発表したんですけど、まあ、7回まで、実証実験をやってきました。で、今回ですね、全部7回、紹介すると1時間で終わらないので、6回と7回、特に空間 OS を介して中心として実証実験とかを考えた6回と7回について、ご説明させていただければなと思います。よろしくお願いします。はい。で、第6回目のシナリオとして安心安全実家の見守り編というのがありました。はい。で、これはどういうことかというとですね、離れた、実家に対して、まあ、その離れ息子さんですね、おばあちゃんが遠くに、お母さんが遠くにいてなかなか心配だと。けどその様子ってなかなか知るのって難しいな、電話かけるのもなかなかその時だしっていうところで、常になんとなく様子を感じることができないかっていうところで、まあ、じゃあどうしようかという、はい、このお隣さんのようにというか、まるで隣人のように存在感を感じることができるにはどうすればいいかというところを、まあ、課題と設定して、解決しようというふうに考えました。で、シナリオを元にするとですね、で、あと、そう、今日中川さんがお話ししたように、いろんな空間 OS をつなげようという、発想から言うと、まあ、実家の空間 OS っていうのがあって、まあ、で、自宅の空間 OS っていうのがあって、それを、自宅の空間 OS 内に実家の、モデルを持って、一部ですね、全部ではないんですけど、一部を持って、それを、まあ、どう表現するかというところで、考えていました。まあ、理屈から言うと、基本的にこのカメラですね。はい。カメラを使ってセンシングするっていうところ。センシングのエージェントとしてカメラを使って、でもそのまま画像を上げてしまうと、さすがに親といえどもプライバシーの問題がある。というところで、今の、AI の技術を使って、姿勢推定とかして、まあ、要するに骨格、画像自体を送るんではなく、骨格情報だけだったら、まあ、そんなに分かることも少ない。でも倒れていたりとか、なんかずっと寝てたりとか大丈夫かなと思ったりするところは、もう逆に骨格情報だけ教えてあげれば十分だろうというところで、骨格だけ送るというような、考えで、その姿勢推定っていうのを使っています。はい。で、送られてきた情報を、まあ、パッと見て直感で分かるように、ラガール立体視ディスプレイ、そこに空間があるかのように見えるディスプレイと、今ユニティを使って表現するということを理想としてやってきました。はい。で、まあ、ついでにですが、これだけだと一方的に見るだけになってしまうので、その逆側の、シナリオとして、そのハンドトラッキングセンサーでその空間にインタラクションすることによって、その実家の家に何かしら影響を与える。まあ、今回はそのスマート照明っていうのを使ったんですけど、まあ、スマート照明を介して、まあ、何かしら実家のリアル空間に影響を与えるということをシナリオとしてやりました。シナリオから、まあ、こういう実装をしようとしました。で、実際には、まあ、ちょっと崩してですね、さすがにちょっと空間 OS 同士のマッピングっていうのはまだまだできていないので、AWS 上に先ほどの、中川さんの空間 OS を配置してですね、はい。でも、まあ、ちゃんとそこについて2つのコンピューターですね、実家側にはシングルボードコンピューター、自宅側にはノート PC というところで、まあ、コンピューターを用意して、そこを介して、このカメラを伝ったデータが空間 OS を介して、自宅のノート PC に来てディスプレイに表示されるというところや、ハンドトラッキングデータを、まあ、バーチャル空間を触ったら、この空間 OS の値が変わってスマート照明が変わるというふうにデモを構成しました。若干崩した感じですけど、まあ、おおむね理想通りの構成というのは取れたかなと思っています。はい。
で実際に、やったことなんですけど、まあ、このピコピコ動いてるんですけども、あのこの、まあ、クラウドコンピューティング部会の荒本さんが、データを姿勢推定というのを送ってくれると、30fps かな、結構な頻度でフレームが送られてきて、ここの骨格、この中にあのそのアバターの骨格データっていうのが定義されていて、それが動いて、今、このアバターのアニメーションとして、あの左に表示されているように、その手を振ったりとかしゃがんだりするっていうのが、まあ、リアルに、裸眼立体視ディスプレイに、ちょっとこう、今はちょっと単純なユニティの画面、裸眼立体視だとヘルメット伝わらないんであるんですけども、まあ、こういうアバターが動くアニメーション。で、それを、この骨格データだけだと寂しいので、私がこのユニティちゃんっていうアバターに、適用して、アバターを動かすような、表現をしていました。まあ、ちょっと今回あの大量に情報を載せられなかったので端折ったんですけども、こういう複雑な、ちゃんとそのままその動いたデータ、動きっていうのを反映するパターンも作りましたし、もっともうちょっと抽象化して立ってるとか寝てるぐらいの位置で表現する方法とかっていうふうなものを、それはやっぱりプライバシーの問題で、まあ、完全に伝えたい場合とやっぱり多少プライバシーのために落とした情報っていうのも両方できるよっていうふうなところで実装になりました。でそして、まあ、逆側、こっちはシンプルなんですけども、そのあじゃあ、なんか夜になってるのに電灯ついてるなとか、まあ、いろんなシナリオを考えられるかもしれないんですけど、そういう時になったら、まあ、つけ忘れてるから消してあげようとか、まあ、例えばこれは、まあ、今回はあの照明でやりましたけど、まあ、例えばエアコンの温度を変えてあげようとか、ちょっと窓を開けてあげようとか、まあ、いろんなことはできると思うんですけど、まあ、そういうバーチャル空間をそのままあの手で操作することによって、あの現地の本当にこれデモの会場 の, あの照明を光らせてたんですけども、まあ、伝えて光らせるとかっていうことも、まあ、空間 OS を介して簡単にここの家 の, あの照明情報っていうのがあって、それを動かすとこのままスマート照明も動くよというところを、やっていました。はい、これも、まあ、実際そのデモの会場であの初めて結合試験をしたんですけども、一瞬でつながって、まあ、その空間 OSを返して役割分担をして、でこういうデータで来るよっていうのをインターフェースを定義してあげれば、もう実際一発でつながったりするっていうところでは、やっぱりその空間 OS を介してその役割を決めて、そこの役割に従って、まあ、ここだけこう来るからこう実装すればよいというふうな、実装の仕方ができるっていうのは、すごくスムーズで、あのやあの開発しやすかったと思います。あとはそのクラウド部会の、荒本さんとこういう姿勢データとかですね、テストデータを実際あの履歴データとして空間 OS に投下しておいてくれていて、まあ、そのテストデータを使って、あこう来るから、まあ、テストできるねみたいなところで実装できたのも、まあ、かなりあの開発としては楽だったなというところを思い出しました。はい、で次に、まあでまあ、大体 6シナリオも結構突貫ではあったんですけど、まあ空間 OS を介して、まあ、疎通というか通信をしていろいろインタラクティブにバーチャル空間とリアル空間を相互に、インタラクションできるっていうのが分かってきたんですけど、まあ、さらに進めまして 7回目のシナリオとしては朝の準備編と題しまして、まあ、朝の準備編の課題っていうのは、そのこう朝ゆっくり起きた、あの早起きして余裕ある朝はなんか豊かな朝食とか、なんかこうゆったり音楽を聴きながらっていう風な、あ豊かな朝を迎えたいけど、まあ、寝坊してあの忙しい朝っていうのは、まあ、とにかく忙しくて、まあ、いろいろカットショートカットしてでも、まあ、バス停に間に合わなきゃいけない、でもその中でも最低限やらなきゃいけないことっていうのを、まあ、そこを支援してくれるなんかその時間管理エージェントみたいなことがいるといいなというところで、企画が始まりました。で実際としてやったことなんですけど、まあまずはですね、この朝の行動自体を、まあ、ちゃんとあの6回目のシナリオの時はかなり突貫で必要な最低限の分だけ情報だけ先に決めたんですけども、そうではなくてちゃんと設計をしようということで、あの CC 研の道村さんが、かなり頑張ってくださいまして、まあ、そもそも朝 の, あの行動っていうのは知識として決めてくださいまして、ね、あの設計しました。でそれを、まあ、今回この 7回目のシナリオの時は空間 OS 自体をちょっと使わなかったんですけど、まあ、それを空間 OS に入ったとしてというところで、こういうあのドメインとかタスクとかコンテキストが決まったときに、あの荒本さん、クラウド研究部会はそれをじゃあどういうふうにセンシングしてあの返してがいいだろうかというところで、あの下のセンシングモジュールというところを作って、開発しまして、で私の方はそういうデータが来たとしたら、そのシミュレーション空間の中で最適行動を取るにはどうしたらいいかというところを、なんかユニティの、まあ、シミュレーション空間の中で AI プラナーというゴール思考 AI というのが
あってですね、あのこうパラメータを渡してあげると最適がどうかっていうのを総あたりで探しに行くっていう、やつがあるんですけど、まあ、それを使って最適解、その時間が変わったりとか、あの例えばいろんな状況コンテキストが変わった時に最適ってどうだろうっていうのを調べてくれる、まあ、ツールみたいなところと、それを可視化する手法みたいなところを開発して、講演しましたっていうところがあります、まあ、なのでこの辺からもうちょっとあの一段ただにつなげておしまいっていうよりかは、その空間 OS を介してこういう家のシステムを作るときには、まずそのモデリングというかモデルがあって、まあ、それその目的を達成するためのモデルを作って、それについて必要なセンシングとか、ディスプレイとかを決めて、あとそれを、それが、まあ、それを、まあ、作りつつ、バーチャル空間でシミュレーションを行って、それが本当にいいかなっていうところを検証していくっていうような開発モデルみたいな、こう設計してシミュレーションしてまたフィードバックしてみたいなところの、検証みたいなことが、第7回目の、発表ではできたかなと思っています。はい、まあ、ここまでが、まあ、大体この、数年やってきた空間OSを、介した開発と実証というところでここまでできているんですが、あの今後に向けてですね、まあ、まだ空間OSを、あ、その使い方とか開発とかっていうのはこれからっていうところもあるんですけども、まあ、XR 研究グループとしましては、やはり空間 OS における空間の構造、まだまだあのその時使う構造みたいなことしか、まあ、使える範囲でできることっていうところしかできてないんですけど、空間の構造とかその人間に関する基礎的なデータモデルっていうのを決めてしまって、まあ、大体アバターとか、まあ、そこっていうのはやはりそのメタバース的にはっていうよりかは、もうそのゲームのユニティの世界の中では、まあ、すでにモデル化された 3D 空間とかアバターっていうのはのデータモデルってある程度決まってるところが多いと思います。まあ、それを利用してしまえばある程度できると思うので、まずアバターの骨の構造とかこうだよとか、指の、あの関節は何個あるんだよとかっていうのはもう決めてしまって、その標準モデルに従って、あの例えば部屋っていうのは家の中にあってとかっていう構造とかは事前に決めてしまって、それを基礎として、まあ、定義してしまえば流用、あの汎用的になるかなと思って、まずはそこの検討から始めていこうかなっていうところが一つあります。でそれで、まあ、空間 OS の中にアバターと 3D 空間のモデルっていうのができれば、まあ、ある程度メタバースでも使えるようになるかなと思って、まずそこから始めようかなと思っています。でそしてそこの、まあ、モデルがある程度できつつできてから、まあ、その OS、 空間 OS に入れたデータを、まあ、その可視化とかいろいろインタラクションするためには、やはり Unity 便利なので、その、まあ、Unity で活用するためのツール開発として、まあ、その空間 OS という Unity のドライバーというかコンパイラーというか、まあ、そういうのを作ったりとか、その空間 OS から空間を取り出して可視化するとか、空間 OS からアバターのモデルとかアバターの動きとかを取り出してアバターをに合わせて動かして、あのアバターを振り回せるみたいなこともできるかなと思っています。まあ、そういったこの空間 OS SDK for Unity みたいな、まあ、接続したりとか、そういうところセキュリティ保ったりみたいなところも、まあ、機能拡張していけたら、まだあくまで全然あの実装してなくて、これからの夢というところではあるんですけど、まあ、こういうところを、まあ、今あの AITC、活用推進センター IT 活用推進コミュニティになったからこそ、まあ、OSS として作っていくって活動を今後やっていきたいなと思っています。で、まあ、その作っておしまいではなくて、引き続き空間 OS のユースケースとして、活用したりとか、あとで、まあ、特にですね、やはりこの実証の中で分かってきたことっていうのは、バーチャルに空気を読む家っていうのをシミュレーションして、まあ、その実際考えてみたそのことっていうのが、その人に対して OK なのかとか、ちゃんとエージェント同士が共同できるかっていうプラットフォームとして使えるようにしていきたいなというところを考えていますというところです。はい。で、まあ、今日あのなかなか今日そもそも空間 OS って何かっていうところで、まあ、なかなかそういろたくさんの方に来ていただいて驚いてるんですけど、もしこういうことにご興味があったら、あの今後なんか参加してみたいとかあれば声をかけていただけると嬉しいなというところを考えています。はい、以上であの駆け足でしたが、家の方から、空間 OS と空気を読む家について、の実証についてお話しさせていただきました。はい、で、ここからですね、で質問についてはですね、今少しずついただいておりますが、適時チャットの方に投げていただくと、はい、私拾ったりしますので、はい、
一応、まとまった質問時間というのは、8時半ごろから、やろうと思っておりますが、思いついたときにチャットの方に投げていただけると嬉しいです。はい、ではですね、引き続き、今日はですね、三菱先生にもお越しいただいているので、まあこの後、私と中川さんと三菱先生で、テーマセッションをしようかなと思っております。はい、三菱先生、大丈夫でしょうか。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まず、はい、ちょっと感想をお聞きしたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。いやー、はい、楽しそうなこといっぱいやってたんだな、ちょっと私、だいぶミスしてるなって、ね、ちょっと初めて今日聞いて思いましたけど、いや、すごいなんかいろいろな実験もされてるし、すごくね、なんていうんですかね、割と分かりやすいその事例を実際に実装してみると、まあ、いろんな問題点も含めて出てくると思うんで、すごい結構熱量を感じて、あ、いいなととっても思いました。ありがとうございます。はい、まあ、今後も別に空気の読みであれで終わったわけではなくてですね、今日メンバーも何人か来ていますが、AITC 空気を読むスタジオという名前で引き続き、まあ、そのAR とか XR だけじゃなくて、さまざまなクラウド技術とか、まあ、Web3、この後ちょっとお話しするかもしれないですけど、Web3 の技術とかっていうのを、はいはい、やっていこうと思っているので、その辺もまた、三菱先生といろいろお話しさせていただきたいなと思っております。で、じゃあ、これからテーマセッションの方に入ろうかと思いますが、よいしょ、今見えてらっしゃいますでしょうか、テーマセッション。ってますかね。はい、ではまあちょっと私の方でいくつかテーマを設定してきたんですけども、まずはそうですね、三菱先生、チャットの方に書き込んでいただいたんですけど、やっぱウェブ、まあ、最近とにかくも話題となっています Web3 というところが、まあ、空間オフィスと何の関係があるんじゃっていうところもあるのかもしれませんが、なんかこうこの辺からお話し進めていこうかなと思っているのですが、なんかこうさっき三菱先生と私が空間オフィスって儲からないってことが重要ですよね、みたいなことについて、いくつかコメントいただけますか。その辺から三菱先生何かお話しいただけたらと。あ、はい、ありがとうございます。ね、私、Web3 って皆さんね、仮想通貨だとかね、いろいろなことを、まあ、あちこち NFT だとかっていう形でもって、まあ、市場でバズってて、で今ちょうど、うん、ウクライナの侵攻とかあって、ドルがこうガーンと上がってしまったんで、なんか仮想通貨がガクッと下がって、まあ、3分の1とかね、ものによっては5分の1以下の値段になったり、あと破綻した仮想通貨も、暗号通貨もあったりもするんですけども、ステーブルコインと呼ばれている、例えばドルと連動しているステーブルコインなんかも破綻したりとか、まあ、基本的に買えるだけのファンドがなくなってしまったりとかね、まあ、そんなようなことも起きて、まあ、ちょっと仮想通貨ってどうなのっていうようなことを言われて始めてるような感じなんですけども、基本的に Web3 の一番の私は醍醐味っていうのは、まあ、ちょっとチャットにも書いたんですけども、今まではデジタル空間の中で価値の交換ってのはできなかったんですよ。要はオープンソースで一生懸命やって、いいのはできても、それだけでもって、まあ、ボランティアでやってもらったりとか、要は、人々がですね、そのデジタルの中でもってやった作業とか、やった時間だと費やしたものに対してですね、リアルでもっての他のビジネスモデル、例えば広告モデルだとか、商品を売るためのコマーシャルだとかっていう、そのリアルの方での企業がですね、儲かるようなものを作って企業からお金をもらうっていう、まあ、そういうような形じゃないとですね、基本的に儲からなかったというところが、直接デジタルの情報でもって、データが価値の交換ができると。でその価値がいくらかっていうのでもって今上がったり下がったりしてるんですけども、まあちょっと事例としてね、この間もちょっと2回目の時かな、話させていただいたセカンドライフっていう、まあ、空間の中でもっての事例がすごく私は分かりやすいと思ってるんですけども、あれは完全に中のユーザーがですね、自分でこう 3D の空間で作ったものを友達というかその空間内でもって売ると。で空間が、ね、買った人がお金を、まあ、リンデンドルという、まあ、ブロックチェーンは使ってないんですけども、管理された形でもっての、バーチャルの、仮想通貨をやり取りして、で経済圏として今6億ドル、まあ、大体日本円にして、うん、まあ、ちょっとドル上がってるんで、まあ、800億円ぐらいのですね、GDP、うん、要するに何もない、デジタルだけでもってそれだけの、うん、
価値が生まれているというような、まあ、現実に、ね、起きている現象、まあ、そこまで行くのに、ね、20年ぐらいかかってますけども要はですね、そういう目が生まれてきていると。で、人々はいまだにやっぱりね、リアルの企業とかお金でもって儲けないと生活できないじゃんっていう、そういう、まあ、どうしても固定概念を変えるのはこれむちゃくちゃ難しいところなんですけども、デジタルの中でもって実際に、だから例えばオープンソースでもって皆さんがこう中でもってまあ、時間を使った、開発をした、いろいろやったっていうことが、その実際に活動した内容に対して何かの形でもってトークンや何かでもって利益が残っていけば、その出来上がったものが価値を生み出した時に、それが皆さんにステークホルダーとして返っていくという、うん、まあ、そういうような、ね、仕組みがお金をかけずにできると、まあ、私ここが肝だと思ってます。昔みたいになんだ中央集権的にまあ、お金のトランザクションやろうとするセキュリティだとかですねごまかしができるとか改ざんとかっていうことになって、うん、それを防ぐためにとてつもないお金をかけなきゃいけなかったものが、最近ですとすごく便利なフレームワークもあるんで、個人でもって簡単にですねトークンの発行もできたりとか、まあ、これが多分ブロックチェーンの一番の価値だなと思ってるし、逆にこれが、その空間のバーチャルとリアルって結びつけるっていうので、空間音質の間に入ると思うんですけども、やはりその何ですよ、バーチャルの中でもってデジタルの中でもっての、まあ、もの自体が人々が認知することによってバリューが上がってくると、ひょっとすると例えば農業が昔あって、農業から産業界になって、まあ収益性にしたら、まあ、産業界の方がすごい大きいので、まあ、今そっちにも人々がこう、すごくガーッと、まあ、仕事、就職しても何しろ動いちゃって、農業がちょっとね、過疎化してますけども、私が想定しているのは、今度情報化社会になった場合に、デジタルの方に、うん、全部じゃないですよ。もちろん、リアルの生活も必要なんで、リアルはなくならないんですけども、デジタルの方に、多くの、まあ、例えば3分の2ぐらいの人たちがもう中でもって生計を成り立つような形になっていて、でもって産業界、要するに企業体みたいなところっていうのはもう本当にロボット化だとか AI を使った完全に、自動化されたような、できるだけ自動化されたような効率のいい産業にこう変化していって、あとはもう本当人々がもっと自由になんか表現できるような社会になったらいいなと思うときに、空間 OS ってすごく重要だよなって思ってます、うん、ありがとうございます。なんかやっぱりその三菱先生の今のお話を聞いていくと、中川さんの中にもやっぱりキーワードとして共助っていう言葉が出てきたと思うんですけども、やっぱりそのじゃあ共助をどこからスタートするんだっていう時に、先立つものお金みたいなことを言い出すよりかは、うん、まあ、三菱先生のコメントに、その空間 OS トークンとか、まあ、多分空間 OS を、うん、例えばその地域とかその自治体とか、うん、そのある例えばこのこういう家に入れるといいよみたいな、まあ、雑な言い方をすると、例えば太陽光発電、発電をやるとみたいな、乗、はい、せると補助金が出るよみたいな話なのかもしれないですけど、まあ、そういうところでなんか実はその空間 OS のインフラを自分で用意しておくと、あとあとでトークンがもらえて、あとあと得点がもらえるよみたいな話とかにすると、比較的もしかするとここら辺は多分社会実験いろいろやらなきゃいけないかもしれないですけど、なんかそういうところにもなんか使えそうなのかなみたいなところはなんか思ったりもしますね。なんかその辺中川さんとか、なんかこの共助とその空間 OS についてなんかもなんか思うところっていうのは何かまあ、あったらいいなとは思いますけど、それが実現するまでの道のりってなんかなかなかイメージできないですよね。ただ、今逆にメタバースとかっていう方から、を主体にして、メタバースから現実世界をちょっといじれるみたいな、なんかそういうものをだんだん広げていくことで、きっとメタバースの方がリアルにいろいろな人がいるっていうところでは現実的な感じかなと。な、空間 OS はまた人口がゼロみたいなもんですそういう意味でその、メタバースを拡張する機能をだんだん作っていくみたいなやり方はあるかもしれないと思うんですよね。面白いです。やっぱりあとその中川さんの発表にもありましたし、私も少し話しましたけど、そのメタバース的な家を、こう家のそのメタバースとしてシミュレーションして、その
これで OK だなと思ったら現実に反映するみたいな使い方みたいなところも、うん、すごく使いやすい話だと思いますし、実際やっぱり実証してみるとあれみたいなこともいっぱいあって、うん、物理ってなかなか変更しづらいところとか検証しづらいところ、シミュレーションしづらいところがあると思うんですけど、まあ、例えばその家電を買う前にその家の中に入れてみてテストしてみて OK だったら反映するみたいな話とかも、まあ、できたりするのかもなっていうところはなんか考えたりしますね。はい、なんかすごくそのなんだリアルからのその切り口っていうのはすごく分かりやすいと思います。ただ私個人的にすごく空間 OS に期待しているところっていうのは、実はリアルもそうなんですけども情報の整理っていうところがですね、私はこの空間を使ってやりたいっていうのは昔から思っていて、でまあちょっとサンのワークステーションでもちょっと3D っぽくこうファイルが見えたりとかいろいろやってるんですけども、すごくプリミティブなんですね。なので要はその情報をいかに空間を使ったシミュレーション空間の中でも整理するか、逆にこうリアルと結びつける方がすごく難しいと思うんですよ。敷居が高いし気にしなきゃいけない。だけども例えばその自分のね撮った写真だとか、例えば買ったねKindle の本だとか、そういうね電子書籍だとかっていうものが本当にこう空間の中にきれいにレイアウトされて整理できるだけでも、人間の知的なそのまあ思考にしても何にしてもかなり整理できる。今ははっきり言って私ねこういう会があるたびに過去のですねパワーポイント一個一個開いて何が入ってるんですね、何が入ってるんだっけみたいな感じになってしまうような、まあ、ちょっとお粗末な情報管理の仕方しか私なんかできないので、で人によってねもちろんすごく長けてる人もいるだろうし、できない人もいると。そういう時に情報ディバイドってデジタルディバイドっていうか情報格差っていうのはどんどん開いてる気がするんですね今ね。例えばブロックチェーンのことも分かってる人と分かってない人でも全然見る視点が違ったりとか、そういうものをもう少しその何て言うんですか、整理して分かりやすくしていく。ウィキペディア一生懸命頑張ってますけども、あれってセマンティックウェブっていうか、まあ、基本的には文字とか、まあ、記号とかでもって整理された、まあ、空間ですよね、情報空間。それが本当にその空間の中でもって 3D 空間の中でもってもっと感覚的にですね、その情報と人間がやり取りできるっていうところがひょっとすると割と実現しやすいっていうか、リアルと連動するのがすごい敷居が高いので、逆にその情報だけに傾いた部分をやるチームがいてもいいかなって実は思っていて、でそうすると私なんかその何だろう、その時間軸とその空間をどうやってその空間の中でもってコントロールしたらいいのかとかっていうところも含めて考えるとすごい面白い。特に時間っていうものに関してはですね、人間ってこうすごく何て言うんですかね、こうチートがなかなかできない部分なので、映像とかでもって欲しい場面を出すというとずっと見なきゃいけなかったりとかですね、結構いろいろあるので、そこをじゃあ空間的に例えばねじってですね表現することによって、実はコマ送りみたいな感じではなくてバーッとした形でもってその自分の欲しい場所を見つけられたりとか、まあ、要は映像もですね、今回こうね AITC の映像撮ってますけども、これってある程度こう聞いてあれよかったなと思って場所探すの結構意外に大変なんですよ。でそういうようなのも含めて管理できるような、まあ、OS、 それにとって空間でもってそれを例えば映像にしても何にしてもバーッと空間の中にバーッとこうね広げて、でもってあこことここだここは大事だなっつってマーカーしたりとかっていう、まあ、すごくその情報の整理っていうところをで、まあ、RDF 使えばね、中川さんなんかすぐ持っちゃうと思うんですけども、すぐできるようなところから多分スタートするっていうのも面白いかなとは思ってます。うん、そうですね、中川さんの発表の中にも、その先ほど水口先生もおっしゃった通り、うん、そのリアルとリアルの連携って、もともとは IoT 的な文脈で、まあまあそうそう、が強いので、そういう話をしてたんですけど、仮説というか、まあ、今後の展開の中でそのコンテキストっていうので分けようっていう、はい、提案がなされていたと思うんですけど、そこにやっぱり遊びとか仕事とかっていうコンテキスト、うん、要するに場所ではなくてその人の思考というか趣味というか、好きなものっていう好きなもの空間みたいなのを定義していてそこに情報をバコバコ入れていくと、例えばやっぱり情報はリアルと関係ないですね。自分がその主観世界としてあってほしい世界みたいのがこう広がっていって、その中ではさらにクリエイティブなことができるような空間を提示できるっていうのもある種空間 OS の可能性かなと、はい。まあ、そこについて私もさっき言ってた空間 OS ユニティコンパイラーみたいなのを頑張ってどう見せるかみたいなことを、いやぜひね考えることもすごくやってほしいですね、はい
やっぱりその身体的なその振る舞いというか、うん、やっぱりその二次元平面ではなくてより直感的なイメージで取り出せるみたいなところってどうなんだろうみたいなこと、また研究がいろいろしなきゃいけない部分なので、なんかそういうところ逆に興味あるよっていう人はなんか入ってきてほしいところではありますね、うん、全部ができないのではいっていうところですね。はい、ではちょっと次の、今日10分ぐらい経ったので次のテーマに行きたいと思うんですけど、はい、空間 OS と、先ほどちょこっと三上先生からも出ましたけど、まあ、OSS についてお話ししたいと思っているんですが、まあ、何せやっぱりこれ私すごく転機だと思っていて、AITC のコンソーシアムの頃ってあんまり大っぴらに OSS 活動ってできなかったんですね。なぜかっていうと、うん、企業、先ほど一番最初に田原さんのご紹介にあった通り、企業が主体であって、その著作権とか一応会社からお金が出ていろいろ活動してたっていうところもあったので、大っぴらに OSS って言ってとか、これ誰のもんやねとか、これどうやって管理すんねみたいなところが結構難しかったなと思いながら、中川さんとこう陰にこそこそ隠れていろいろ作ってたりはこの IT フォローで作ってこれどういう扱いになるんだろうねとかっていう話を何かしてたんですけど、まあコミュニティになって個人主体で、まあ、その辺は田原さんが規約でうまくやってくださってから、基本的には作った人に帰属されるというふうになったので、まあコミュニティとして OSS をコントリビュートしていこうというところが、まあ、できるようになったからというところがあって、まあちょっとまだ全然整備できてないんですけども、これから OSS で、まあ、作っていこう、まあ、フィールド OS、空間 OS 自体にしろ、私が作ろうとしているそのユニティとのつなぎみたいなところにしろ、うん、まあ、まあ他にも多分先ほど言ったそのどういう BIWA を作ろうかみたいな話とかも、うん、まあいろいろみんな欲しいものとかを挙げて開発していこうと思うんですけども、なんかこの辺なんか OSS の開発でこうやった方がいいよとか、なんかこのトークテーマについてなんか三菱先生思うところみたいなところは何かございますか。いや、OSS すごく重要だと思います。で、まあ、先ほどね、中川さんにもちょっと話があったように、まあ、企業ベースで考えると、どっからお金が出るやんっていう話なんですけども、実は、うちの学生たちがですね、やっぱ OSS っていうか、ブロックチェーンのですね、DAO のシステムを、新しいプロトコールを作るということで、OSS を開発してるんですけども、うん、日本国内で実は10億集めて、でもって今、ボストンにですね、行って、今、ユニコーンを狙ってますけども、100億、今度、まあ、調達目標100億ぐらいに今なって、今シリーズ A をやろうとしてますけども、すごい、なんていうんですかね、それによって社会がどう変わるっていうビジョンとですね、それが本当にどれだけ社会を貢献できるんだっていうところをきっちりと、まあ、整理して、でいろいろと実はプレゼンをしていくとですね、意外に最近そういうのをですね、ちゃんと組んでくれる方々が、うん、増えてきたなっていう印象はあります。お金儲けでお金を出すというよりも社会を変えよう、ただ逆に言うとそれでもってバリューがボンと上がればですね、本当にある面で言うとそんな企業でもって物を売ってやるっていうレベルじゃないレベルでもって、実はちゃんとその、まあ、経済が回るというか、お金が回るようなことも起こりうるっていうのは、私もちょっとね、学生たちのアドバイザーやってたんで、見て、うん、まあ結構世の中面白くなってきたなって実は思いますで、なので OSS だからって言って必ずしも皆さんボランティアでっていうところだけではないとは思っているし、先ほどね、うん、Web3 でもって、まあ、トークン発行してっていう話もしましたけども、トークンの発行も日本だとね、発行してそれを IOC すると、それだけの分のお金持ってないとダメだよと怒られたりもするんで、結構やりにくいんですけども、海外だと IOC できたりとか、まあ、いろいろな、まあ、手法っていうのは今世の中、まあ、出回っていて、でただ ICO は私今の時点では進めないっていうのは正直なところなんですけども、うん、ただどちらにしてもそういうような、事例もありますし、逆にこの空間 OS っていうものをちゃんと認知して、ある面で逆に言うとマイクロソフトに潰されないかなぐらい心配してるんですけどいや、マイクロソフト実際にね、昔トロン潰したりもしてますんで、正直ちゃんとこれがある程度認知されて動き始めたらば、ちょっといろいろとしっかりと逆にマイクロソフトから少し入れてもらうぐらいの方がいいのかなぐらい思ってるぐらいの、ちょっとプロジェクトになったら楽しいだろうな、ワクワクするだろうな思ってます。なので、まあ、ちょっとね、夢物語ばっかしではないんですけど、実際に、まあ、OSS でもちゃんと、まあ、ファンドがですね、つくということもあり得るというところも前提に、
企画を進めていくと面白いんじゃないかなと思っています。あとそのデジタルのですね、こういう、まあ、ソフトウェアにしてもそうだし、まあ、デジタルのグッズのクリエイティブなものもそうなんですけども、あの今の資本主義の、考え方だと、あの量産すると安くなるっていう感じなんで、資本って言って最初にお金が必要だと。なのであの企業さんだと大体最初作るのにお金がないとできないっていう話にほとんどなるんですけども、このオープンソース系もそうなんですけども、時間がある人はできるんですよ。あのまあ知識ももちろん必要ですけども、時間と知識のある人たちが作れるんですね。でお金はかからないんですよ本来。あのその人たちの時給っていう話になっちゃうとちょっと話しないんですけども、なのでそれに対してちゃんとそのなんだろう、将来的なところも含めてあの設計していくと、実はオープンソースってこれからすごいチャンスじゃないかなと思います。要は今までの、逆に言うと今までの資本主義的な、あの、まあ、なんていうか、ものを作るっていうものづくりのシステムをソフトウェア開発に無理やりやったんで、人件費だとか、人月のいくらとかっていうね、時間で持ってしまう。要するに最低賃金があるんで、何時間使ってどのくらいで開発できるかっていうところから逆算したり、あの、ファンクション1個に対していくらぐらいだっていう見積もりからこう組み立てていったりとかっていう感じで見積もりみたいな感じで、じゃあこのお金がないとできないみたいな話になるんですけども、実は、時間のある方々がですね、よりよっていろいろやることによって、実はそれが、新しいものを生み出す原動力になる。で、逆にそういう事例をいっぱい作りたいんですね。その、卒業生たちがやったね、そのオープンソースのあれも、私、事例の一つとしてすごく面白い。まあ、日本でもこれだけ集まる、私、2億ぐらいでマックスかなと思うんですけど、10億集めたんで、中でもって、なんだろう、CEO と CTO はですね、実は全然違う優秀な人たちを別途入れたんですよ。そのエンジニアとは別にってことですね。そうです。もちろん、もうあのエンジニアはね、お金の計算無理ですよ。私もできないんですけど。お金の計算とか、その、うん、あの投資家とかそういう人たちに対して、ちゃんとコミュニケーションを取るってことはでき、もうはっきり言って、その、うちのその卒業生たち2人だったんですけども、彼らも、はっきり言って、会社はやりたいんだけど、社長やりたくないって言って、先生やってくれないですかみたいな、そんなわがままなやつで、私すごく思うのは、やはり適材適所だと思うんですよ。なので、エンジニアが社長になったら、なるっていう言うんじゃなくて、まあ、CEO は別に誰でもいいと。逆に言ったら、そのマネジメントと、外対外をできるような人をつけるっていうことによって、すごく成功しやすいと。で、まあ、なんていうんですかね、やっぱり優秀な方ってたくさんいるんですよ。なので、そういう方を、ハブにして、で、先ほどエネルギーって出たんですけど、今、その、まあ、トポスウェアっていう会社なんですけどね、彼らが作った、その会社を作った時に CEO を頼んだ、もう本当に、あれ、週に2、3日、ちょっと見てちょうだいみたいな感じでもって CEO を頼んでやってもらったんですけども、彼、すごく優秀で、今、自然電力っていうところでもって、副社長かな、社長からやってるんですけども、彼自身もエネルギー関係でもって、やってる企業でもって、そこの会社も かなり、すごい業績上げてるんで、すごく優秀な人なんですよ。なので、そういう優秀な人材を引っ張り込んで、なので、多分 ASTC とかこういうのは、どうしてもエンジニアがこう集まって、いろいろやる。で、そこの出てくる可能性っていうものを逆に分かりやすく解いていって、逆に言ったらそういうような人を巻き込んで、一つの組織としてやっていくっていうのが、多分 OS にとってはすごくいいんじゃないかなって気がします。そうですね、なんか AITC 今のところやはりエンジニアがすごく多いところなので、まあ、いやと思ったけど、特に強いエンジニアがやっぱりそう経験積まれたエンジニアさんがすごく多いっていうところと、すごく先端 IT に興味があるっていうところが強いところなんですが、まあ、その辺も、まあ、もうちょっと私も殻を破ってっていうか、まあ、比較的XR 部会はまあ、デザイン思考のある、うん、西野さんとかがいらっしゃって、はい、まあ、いろいろなところあるんですけど、さらにちょっとあんまりビジネス的なところもすごく弱いところがあるので、まあ、コミュニティの輪というか、はい、まあ、ちょっといろんなところで宣伝を、広げてやっていきたいと思います。そうですね、まあまあ、まあ、エンジニア中川さんがいらっしゃるので、まあ、いや、多分ね、若い方をやっぱ巻き込まないとダメだと思います。そうですね、はい、うん、特に若い方を、ちょっと年齢高いのでね、いやっていうか、私もそうなんですけど、やっぱ3鉄ぐらい軽くできるような人たちが集まってこないとなかなか難しいところはたくさん出てくる。ただやっぱり
設計がすごく重要、これって肝は設計なので、うん、アーキテクチャは重要です、ね、アーキテクチャ重要で、そこをしっかりと、まあ、あのこの部会の方でも作りつつ、それを逆に言ったら公開するなり、ホワイトペーパーなり出すなりしながら、そういう若いエンジニアっていうものを巻き込んでいって、でさらにそれに、まあ、ある程度、まあ、お金が必要であれば、まあ、そういうような人を入れるなり、まあ、実際にあのWeb3 でもって実験的にやってみるとかね、うん、そういうようなことが多分できると楽しくなるんじゃないかなって気はしてます。そうですよね。だからやっぱり、あ、ちょっとそう、このままスライドしていこうかなと思うんですけど、やっぱりコミュニティって、はい、このメタバースの参加員の中でも、あと、まあ、そもそも Web3 自体もそもそもというところで、やっぱりコミュニティがこれからの起点になるんじゃないかっていうのをものすごく感じるんですが、まあそこをそのシステムとして、だからまあ Web3 ってそのコミュニティをうまく動かすためのその合理的な仕組みになる可能性は私はすごく高いと思っていますし、メタバースっていうのはそのコミュニティがより発展するための場であるというところで、その空間 OS っていうのはそのコミュニティがの関心のコンテキストを食べればとすると、やっぱりコミュニティっていう言葉って全てにおいて共通するんだろうなって思いますし、そもそもここは AITC 最後のコミュそういうところのコミュニティであるっていうところがあるので、まあ、ここからスタートしていくっていうところで、まあ、なんか条件が揃ったなっていうところがあるんですけども、まあ、先ほど三菱先生のお話のように、まあ、ただその技術者のコミュニティだけじゃなくて、まあ、より、まあ、例えば三菱先生のいらっしゃるデジタル大の学生さんとかと交流させていただいたりとかまあ少しずつ、まあ、といってもまだ正直空間 OS をどうやって動かすんだっけなっていうのを思い出さなきゃいけなかったりとか、じゃあそのユニティでつなげるときってまだまだ私が作った昔のプロタイプぐらいしかないので、なんかそこを整備できたら、なんかこういう使い方できるよみたいなお話をさせていただいて、だったらこういう使い方ができるよみたいなところをさまざまなコミュニティの人とお話させていただいて、なんかこう議論とかユースケースについてできていったらいいなと思っています。はい、なんか三菱先生的にこういうコミュニティに行った方がなんかいいんじゃないかみたいなところってなんか思いつくとこあったりしますか？あ、そうですね、コミュニティコミュニティって割とですね、フラットなコミュニティって皆さん理想だと思うんですけども、意外に難しいんですよね、運用が。まあ、ただコミュニティによって価値は生まれてくるので、コミュニティ内の価値っていうものが、例えば、この AITC の中でもって、まあ、なんていうんですかね、空間 OS みたいな感じでもってのプロジェクトだと、中川さんがどれだけやってるって、コミュニティ内でもってちゃんとそれが共有されてると、そうすると、まあ、お金にはならないかもしれないけど、コミュニティの中での価値ということでもって、中川さんっていうものに対、人に対しての価値っていうバリューっていうのですし、井出さんがこういうようなことをやってたってことを知ることによって、コミュニティ内でもっての価値ってのがある。で、よくコミュニティの中だけでもってって言うと思うんですけども、コミュニティの中のバリューってすごくこれから重要になってくると思っていて、要は誰にでも万人でも受けるっていうようなものよりかは、そのちゃんとしたコミュニティの中でもってしっかりとそのバリューをですね、まあ、お互い認識し合うってことの方が重要になってくると思ってますし、逆にこれから多様化の時代っていう風になってきた時には、コミュニティっていうものが一番こう重要なキーになってくる。でそこでまあいろいろな価値の交換とかされることによって、まあ、ある程度 GDP とかいろいろな生産、まあ、セカンドライフを一つのコミュニティっていう風に考えると分かりやすいんですけども、まあ、6億ドルぐらいのね、お金がそこでもって自動的に生まれてるって、人々で生まれてきてるっていうような感じに、要はバリューがそこでもって生まれてくるっていうのが重要かなと。実際儲かる儲からないっていうところよりかも、バリューを生み出すと、はい、でそれが社会に貢献されて初めて社会がどんどん良くなると、やっと Web3 になってですね、そのデジタルの中で頑張ったのがちゃんと評価できるようになってきたんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってるんで、コミュニティの中での価値っていうものをしっかりとみんなでもって共有できるような、そこからスタートすると面白いんじゃないかなっていうふうに思います。ありがとうございます。だから普遍的な、なんか全ての人がいいねっていうよりも、そのコミュニティがいいねって思う価値について、はい、まあ、それを高めるようなシステムとか仕組みみたいなことを作っていけたらっていうところで、そうですね、中川さんのお話の中にはその多様な価値観というか、そういうのに、はい、まあ、そのコンテキストに合わせて成長してさせていけるとか、特化できるみたいなところが空間 OS のいいところだと思うので、まあ、そういうふうにできたらいいなというところは確かに思います。なんか中川さん、なんかこのあたりなんかこう思ったりすることって、何か突然降ってしまいますがあったりします。
せっかくなので、はい、コミュニティ、私はあまりコミュニケーション下手でプログラマーを目指した人なんで、うん、でもそういう人でも何かこう、うん、うまくつながっていけるっていう道具が今、うん、いろいろできてるっていうところでは、その道具の使い方っていうところで何かできることがあるかもしれないなと思いますね。うんうん、そうですね、だからやっぱりこう、やっぱこの口のうまいやつがこの評価される世界ではなくてですね、やっぱり実際のコントリビュートっていうか、それがやっぱ見える化できるとか、評価しやすくなるっていう、はい、この人のこの作ってくれたモジュールというか、プログラムのおかげで良くなりましたみたいなところ、やっぱり見えたり、評価されたり、で、そのチケットを紹介したのは誰だみたいなところが、そういうメジャメントっていうか、で、評価できるっていうふうに、で、それが自動的に、評価されてこう価値に変換されて、まあ、またいろんな価値を生み出していけるみたいなことができる、そういうのもちょっとまたこの空間 OS の開発とは別に、なんかいろいろ三菱先生と議論させていただきたい。いや、本当に Web3 分かってなくてですね。いや、はい、それと、うん、まあ、メタバースっていうところで言うとですね、アバターっていうものがあるんですけども、うん、アバターもですね、実はコミュニティの共通項になるんですね。うん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 、で、結構そのコミュニティ、いろんなコミュニティ、放送局やったりとか学校を作ったりしたんですけども、うん、学校を作った時にですね、ユニフォームを配ったらば、うんうん、みんなアバターだからどんな格好でもいいのにユニフォームを一生懸命自分なりに着てくるんですよ。で、面白いなと思ったんですけども、要は、その何か共通なものを持っているとか、共通項があるっていうようなことが可視化できるのもメタバース。例えばこうやってこう何ですかね、ズームでもってこうね、ただ単にやってるだけだと、この人が何だって、まあちょっとおっさんが出てきたなぐらいしかね、思われない部分も、ひょっとするとアバターを使ったりとか、いろいろなそのね、3D の情報をいっぱいこう使うことによって、その人がどういうことをやってきたのか、どういう人なのかっていうのが、もっと分かりやすくするようなこともできるようになってくるんじゃないかなっていうふうには思って。そうですね、今日は私は中川さん、すごくアピール、すみません、私もそのあの画像をいただいてれば、後ろ貼ってもよかったんですけど。まあ、っていう使ってますけど、やっぱりこの、うん、ズームとかだと顔しか出ないの、なかなかそういう社会的アイデンティティというか、うん、表現しづらいとか、そのさりげなさみたいなところとか、分かってるねみたいなところって、やっぱ出しづらいところっていうのが、やっぱりアバターだとそうですね、アクセサリーとか、ユニフォームとか、ね、まあ、いろんなものを使ってできるところがやっぱりあると思うので、やっぱりそこについても、やっぱりそういう、そのグループのデザインというか、コミュニティのデザインの中にアバターを取り入れていくっていうのは、うん、で、例えばそのイベントを開いたときにみたいな、はい、あの人だけ腕輪が赤いぞみたいな、違うぞみたいな、ああなりたいみたいな、まあ、そういう憧れとかっていうのもまた一つのモチベーションになったりするとは思うの で、 いや、 そうですね、まあ、そういうことのなコミュニケーションっていうか、コミュニティとコミュニケーションのデザインみたいなところとインセンティブみたいなところをどう設計していくかっていうのは、多分もう、はい、多分これは複雑でよくわからないけど、チャレンジしていかなきゃいけないなと。いや、よく何でしょう、運転をさせると性格の変わる人っていうのはいるって話あるじゃないですか。アバターになるとえらく喋れるようになる人っているんですよ。実は中川さんもすごくね、顔、イケメンのアバターになったら、むちゃくちゃ喋るようになるかもしれない。けど私 の、 研究でも結構ツルツルの宇宙人、ええ、灰色のアバターになると自己開示が促されるとかも研究してたりするので、はい、まあ、そういうところもやっぱりどういうコミュニティのためにどういうその特性に合わせてどういうアバターをデザインするかみたいな話もすごく面白そうな話。いや、アバターはね、はい、奥が深いんで私はですね、このアバターの可能性っていうのはすごくあるんじゃないかなと思ってますね。そうですね、なんかせっかくなりましたね。こんな感じですね。アバターになると、なんていうんですかね、割と気が楽なんですね。でもって、直接自分でやってないで見られてるっていう感じがないので、割と、で、これ、うちの学生がやっぱやってる会社でもって作ってるソフトウェアなんですけども、アバターを使ったコミュニケーションということでもって、で、教育に使うのに、怖いいかつい先生が、やるんではなくて、綺麗な先生だとか、あとですね、いろいろなですね、アバターの種類があるんですけども、うん、ちょっと待ってくださいね、ピッてやって、例えば、この女の子に、ね、やったりとかですね、あと、はい、はい、こんな感じで持って動物になったりとかするとですね、うん、割とその、子供さんとかいいかもしれないですね。で、子供の集中力がね、違うんですよ。うん、
なのでそんな研究をやってる学あの卒業生もいますので、あのなのであのその例えばあの空間 OS ってこうすごくこう真面目なこう、ね、こうリアルをあのやるとかっていうところだけではなくて、実はそのアバターっていうものの切り口もですね無限に広がっていくんで、まあ、いろんな部会ができてもいいんじゃないかなぐらいそうですね、なんかもうXR 研究グループにあ、ま、手に余りそうな感じがしてきましたけど、まあけどまあ全部けどやれちゃうっていうか、まあ、ちゃういやでもあの、はい、例えば井出さんが先ほどユニティちゃんを出してましたよね、はい、あれもアバターというふうに見ることもできるし、逆にあのユニティだと実はこれあの VRM っていうあの一つのアバター企画があるので、割と簡単にですねただ入れるだけでも動いちゃうんですよ。なのであの要はあの逆に言うとこういうようなものもいろいろな活用が今後ねあのされていくんじゃないかなと思ってるんで、あの空間 OS はそこのですね出入り口になるといった大げさですけども、まあそんなようなところも含めてですねあの変わっていくといいなと思ってはい、そうですね、まあ、ぜひぜひなんかそういうところも含めてもうメタバースも Web3 もいろいろ今後とも、はい、三菱先生と議論させていただきたいなと。まあ、そういうところのきっかけにこの3回であの、とりあえずこちらもお話できるようになったし、三菱先生にこういうことやってるよっていうのを伝えれたのが良かったかなと思っています。はい、はい、というわけで、ちょっともうざっくばらんに話していたらあの20時半になってしまって、まあけど最後はやっぱりその Web3 からコミュニティに始まってメタバース的なアバターの話もできたので、はい、一旦ここで、このテーマセッションはあんまこの辺で区切ろうかなと思っています。はい、はい、ありがとうございます。で、引き続きですね、といって、いくつか質問が来てるので、それに答えつつ、いろいろまた深掘っていきたいなと思ってるんですけど、私、この、最初、この江戸さんからですかね、江戸さんで言うかな、質問、結構面白いなと思ってるんですけど、空間 OS について、面白い実験ができればスマートシティディファレンスアーキテクチャで言われている都市 OS ですね、にフィードバックできるといいですねというところがあります。で、私これすごく嬉しい質問で、都市 OS と空間 OS ってすごく似てるというか、ほぼ構造上は私ほぼ同じだと思っていますやってることとして、都市 OS でいうとちょっと私がお話しさせていただくと、私所属しているところは TIS っていうところにいるんですけど、そこであと NEC さんかな、 NEC さんも担いでいるヨーロッパに FIWARE っていう FIWARE っていうFIWARE っていうのがあるんですけど、それが都市 OS として、まあ、有名というか、その欧州の標準化団体、そのファウンディアファイヤーファンデーションというところが企画を決めてやってるところなんですけど、でその実態って何かっていうと、コンテキストブローカーというか、コンテキストを提供するものっていう立て付けなんですけど、中身はほぼほぼ概念としては空間 OS と一緒で、その、DB、まあ、中身の MongoDB だったかな、MongoDB があって、そのデータが変わると、その値の変化がプッシュされると、まあ、ほぼほぼ一緒なんですけど、でちなみに何が違うかって最近知ったんですが、履歴を持たない、デフォルトとしては、だから基本、その時の現時点の値っていう状態を持つっていう、その状態を持つと、その変化を通知するっていうのが FIRE の基本的な仕組みというふうな、ちょっと間違ってたらごめんなさいですけど、聞いたんで、都市 OS ってやっぱそういうもんなんだと思ったんですけど、まさに江戸さんからお話になった通り、そのフィードバックできるといいですねっていうところは、実際できることとか、その逆に言うとその FIRE と一緒なので、構造的には。じゃあその、けど都市まで多分今私とか中川さん考えてないですね。やっぱりもうちょっとローカルで自分のためっていうか、自分とか自分の身の回りのコミュニティのためみたいな勢い、あんまり自治体とかではないっていうところはあるんですけど、じゃあその都市の その統計的なデータとか、こう都市が良くなるため、スマートシティになるために、じゃあその住民がどういう情報を上げたら嬉しくなるかみたいなところも、多分自動化とか、それで渡したらじゃあマイナポイントくださいとか、なんとかポイントくださいとかいうふうなことにも、実はそのサービスとしては、実はプラットフォーム利用としてはできるのかもしれないみたいな、そのちっちゃい電力売るみたいな感じで、プライバシーを守るけど、必要な都市の計画のために必要な情報を渡してあげるとかっていうのもできるのかなと思っていて、まあこの辺できると嬉しいかなと。はい、これすごく実態としては都市 OS と空間 OS と私の中では似ていて、てかほぼ一緒じゃんみたいなところがあって、まあそのもっと身の回りでカスタマイズ聞くローカルで閉じる空間 OS っていうのを、まあ、進めていったら、そのうちどこかで出会うんじゃないかなというところは考えていますというところですね。はい、
なんかこの辺なんか三菱先生とかなんか思ってた。そうですね、あの私も昔っていうか、まあ今でも全然ですけど、ファントムプラットフォームっていうような、まあ、あの昔お話ししたと思うんですけども、はい、でもってあのプライベート、まあ、ネットワーク、あ、ファントムの P はあのプライベートのネットワークで、うん、H はホームですね、家ですね。なので、うん、あのまあ、今の空間 OS ってどっちかというとホーム的な、うん、まあ、空気を読むので、ね、ホームのファンで、でもってあの A はですね、ファンの A はどちらかというとオートモービル、うん、なので車の中でもっての、あれ、まあ、これはトヨタさんとかいろいろやってると思うんですけども、うん、あのパーソナルモビリティとか。で、そこまではプライベートなあの空間としての認識して、うん、で、N は、まあ、ファントムの N はですね、あの基本的にはあのネットワークということにしてつないでるんですけど、トムは、TOM は、T がトランスポーテーション、あの、うん、電車とかバスとかの、うん、まあ、公共なんだけども、まあ、移動してる移動体の中とか、O っていうのはオフィスだとか学校だとかっていう組織での、うん、空間。で、M っていうのはメトロポリタンで今言った都市 OS。都市 OS ですね。なので、それぞれのその空間によってプライバシーの情報だとか、人の情報っていうのは違ってくるということでもって、まあ、ヒューマン API っていうような、うん、あのコンセプトも前ちょっとお話ししたかもしれないですけども、うん、要はレイヤーを分けて、まあ、プライバシーだとか、セキュリティだとかって、まあ、7段階の、まあ、あのモデルとかもあるんですけども、すでに、まあ、そういうものをですね、うまくその設計の中に埋め込んでいくと面白いんじゃないかなっていうふうな気がします。ありがとう。その通りで、やっぱりそうですね、中川さんのあの講演の中にあるんですけど、まあ、多分複数の、うん、あのいっぱいそのいろんなコンテキストに沿った空間 OS があって、そのそれぞれノードごとにこのアクセスしていいよとかいけないよとか、ね、あのここまで仲良くなったらいいよなのか、ちょっといろんな権限の制御のやり方があるかなと思うんですけど、うん、まあそういう細かな制御を空間 OS できるので、まあそういうところもなんかこう都市 OS なんかでかいなんか情報基盤を作るみたいなことが話が多いので、もうちょっと分散したときに、じゃあどうやって担保しようかみたいな話とかになんかフィードバックできると、うん、まあそれをちっちゃくいろんな空気を読む家の実証とかでできていくといいなっていうところは、うん、はい。いやで今お話聞いててね、うん、すごい思ったのは、都市 OS の場合に履歴を持たないっていう、まあ、これ結構プライバシーの問題とかでもって、はい、ただ企業さんは取りたがるだろうなと思いながら、そう、まあ多分入れればもちろん履歴式を取れる仕組みはあるはずなんですけど、なんかデフォルトではなんかそういう概念じゃなくてっていう話を聞いていて、はい、ヨーロッパは ね、プライバシーね、うん、めちゃくちゃ厳しいので、うんうん、多分そういうのも多分背景にあるんじゃないかなって。はい、だからそういうところもどう思って、誰に見せていい、誰に見せちゃいけないとかっていうのをまあ考えていくっていうのを、またいろいろその議論があるところかなと思うところですね。はい。というところに、まあ、そのフィードバックできていければいいなっていうのは、あの、だいぶ先の話かもしれないですけど、はい、ありがとうございます。そういう議論とかも、あの、だから逆に言うと、こういう自治体でシステムやっててとかっていうところがあったら、ぜひぜひそういう方とは、はい、議論していきたいなというところも、はい、あります。というところですね。で、あと、コメントで、小林さんがいらっしゃるみたいですね。うん、あの、私もフィジカルワールズ、中間管理職アバターをまとっている感じですね。中の人は打ち切れ感じ。そうかなって思うんです。けど、やっぱりアバター、その、やっぱりその、まあ、一つはアバターを切ると、あの、プロテウス効果っていうんですかね。うん、あの、その、例えばアインシュタインのアバターになると賢そうなことを考え、まあ、これはどこまで本当かっていうのは、いろいろまだ心理学実験やらなきゃいけないところはあるんですけど、その、例えばその、白人の人は黒人の人のアバターになっていろいろ暮らしてみると、その共感性っていうか思いやりみたいなのが増えたみたいな研究は有名であるんですけど、やはりそのタスクとかコミュニティとか状況に応じてアバターを、はい、変えていくっていうのは、とても重要な、逆に言うとそこのデザインっていうか、その何のためにどういうパラメータを変えるといいかみたいなところが、逆にそのある種の一つのファッションみたいになるかもしれないですね。あの、こういうモードがこうだからとか、こういう TPO だとこういうアバターがいいとかっていう世界になっていくかもしれないですね。それはそのオフィスのその活動に含めてもっていうところがあるかもしれないですね。はい。はい、で、あとは、また遠藤さんから、はい、話を聞いていて、都市 OS との概念は一緒だな、あ、チャットさせていただきました、ありがとうございます、私もそう思います、あ、で、トロンの坂村先生ともつながる部分もあるかと思いましたという話題が出てきましたけど、なんか水井先生、なんか思うところは。いや、もうトロン、私、むちゃくちゃ大好きで、80年代、むちゃくちゃあの興奮してたのに、なんか潰されちゃって、もう、なんだこれと思って、すごい怒って。
った世代なんですごく共感します。でやっぱりトロン OS のすごくそのリアルタイム OS 規制っていうものを私すごく強化をしていて、でやっぱり空間 OS いろいろあると思うんですけども、そのパーソナルなですねデータをこう運用したりとか、フィジカルなまあ、シミュレーション、物理シミュレーションとかいろいろ兼ね合わせると、まあ、リアルタイム性ってすごく逆に求められるんじゃないかな。で、まあ、今はね、GPU とかガリガリ使ってやるっていうような部分で、まあ、カバーしてる部分もあるんですけども、もうちょっと違ったね、部分、そうですね、IE でもって認められて、すごいいいな、リアルタイム OS としてはすごくいいなと思ってるので、まあ、まだいろいろとね、問題はあるかもしれないんですけども、やっぱそういうものも組み合わせていきたいなとは私も思いますし、32ビットのコード体系、フォント体系はね、今でもなんでそれ使わないんだろうと思うぐらい、ユニコードってすっごくややこしいので、バラバラだし、あれだけ整理したんだからあれ使えばいいのにとかと今でも思った。なんで超漢字でしたっけ、ね、いろいろ皆さんも多分ご存知の方多いと思うんですけども、結構その当時としてはかなり整理されたまあ、OS 設計だったと思うので、まあ、その辺も取り入れられたら面白いだろうなとは思ってます。うん、ありがとうございます。なんか中川さんもなんかそのあたりトロンの話題が出ましたけど、なんかこうリアルタイム OS についてなんか思うところってあります。私もトロン仕様でリアルタイム OS を作った口なんで、ですけれども、そうですね。まあトロンが良かったのはその時代にちょうど合ってたんじゃないかと思って、で頃はそういう、まあ、一人の人がアーキテクチャを設計して作り上げていくっていうことは可能だった時代だと思うんですね。で今世の中があまりにも複雑になりすぎてですね、なかなかトップダウンでアーキテクチャを作っていくとかっていうことは難しいんじゃないかと思うんですよ。で都市 OS なんかも、あれは、あんまりちゃんと勉強してないんで、変なこと言うかもしれないですけど、要するに企画を作れる人たちが集まって企画を作って、トップダウンの企画を作ろうとしてるわけですね。ですから、みんなが共通のデータ構造を持ってないとつながらないよねっていうところで、いろんな分野ごとに分けて、データ、企画を作ってるんだろうと想像するんですけれども、はい、だいたいカタログ、データカタログを作ることが、はい、がメインですね。今の課題っていうのは、その、あらゆることに、まあ、いわゆる DX ですね、ものを作ろうとすると、そもそもそういう企画を作ることが、能力がない。でも、ビジネスの能力がある人が、どうやって企画を作ったらいいかっていうところなんじゃないかと思うんですよ。なるほど。要するに、ボトムアップで、いろいろな、分野での企画っていうのを作って合わせると土地 OS になるみたいな、そういう方向の企画制定っていうのが今までなされてないっていうところが課題なんじゃないかと思うんですね。まあじゃあどうしろってあまりやりたくないんですけども、でも、人、はい、なんかXM コンソーシアムでも多分そんなような議論がすごくたくさんされてたような気がするんですけども、やっぱりその、実際に実装しようとすると、まあいろいろなフォーマットがあったり、いろいろなね、あれがある。でも、結構 XML なんかも結構その業界ごとにこういろいろと、まあ、こなれてきて、それなりに活用されてきたりもしてきたし、まあ、今 JSON の方が主流になってきてるとは思うんですけども、でも、やっぱりそういう、なんていうんですかね、企画って、これから もう少しその作ってくる人たちが増えてくるんじゃないかなっていうふうな感じで思ってる。ただやっぱそこの基礎的なところの設計っていうのは誰かが XML にしてもそうですし JSON にしてもそうですけども、誰かがやっぱりやって、まあ、ある程度普及させるっていうところからスタートするような感じはしますね。でもおっしゃる通りだと思います。まあそういう意味で何か企画を作る道具みたいなものが面白いですね。人工知能使いますか。いろんな企画が乱立するんだけど、その中からだんだんこう有力なやつが、選択、審査選択されて最適化されていくような、面白いですね、それね。ボトムアップでとにかくまず企画を作ってみて、で動かしてみて良さそうな人がだんだんそれが伸びていくみたいな。でそれが最後、都市 OS につながると、出たしめ出たしになる。その辺って、なんだろう、ジェネティックアルゴリズムとか使ったら面白そうな気がしますね。
あのこう世代を超えて、そのなんていうんですかね、いいところだけ取りするような部分と、ある程度ランダムにミューテーションさせるところをうまく組み合わせて、いろいろな組み合わせ的なところをですね、あの全検索ではなくて部分的な検索でもって、で運用しながらこう実績のいいものが残っていくみたいなちょっとどのくらい時間かかるんだって話になっちゃうけど、この辺はいろいろあるかもしれない。なんか私の中なんか思いっていうか、なんか思いついたのは、中川さんとそういう話を、そういう企画っていうか議論させていただくと、そのなんかもうその特殊な業界だと、その言葉がそれぞれ国によっても違うし、そもそもあの会社によっても違う、その方言みたいなのどうやって収束すればいいやみたいな話を聞いて、まあ、そういうところにもしかすると揺れみたいなところは自然言語とかで解決できたりとか、まあ、そういうする、まあ、もしくはまあグラフの近さとかでなんか実は解決できたりとかっていうのが、うん、もしかすると全部 RDF に入れてなんかよせーのでやるとなんかいい感じになったりする、でそれがいいのかどうかみたいな判定ができるかもしれないですね。なんか、うん、オールとか使ってこう、うん、なんていうんですかね、あのディクショナリー的な形でもって、あの知的なそこセマンティックなこうなんていうんですかね、チューニングをしながら、あのある程度その辺はこう、うん、カバーできそうな気もしますけど、やったことないんでなんとも。なんかその辺こう結構なんかセマンティックウェブ的な話がなんか展開されてるけど、そっちはそっちでそのメタバースとはまた別で、そういう、うん、要するにまあ論理的なというよりか、まあ言葉の世界みたいなところも、うん、なんかこれから実はもう一回光を当てないといけないかもしれないっていうのは思いますね、うん、その世界を作るというか世界を記述する言葉を決めるためにっていうのは、まあ、そこは私はすごい課題、実は課題だなっていうふうな、なんか魔法の世界みたいですね、あのワールドスクリプトみたいな感じで、あ、そうです、そうです、そうそう世界をどう、だからそうすると例えばそのある程度その世界を記述する言語のフォーマットが決まって変換できると、あの、まあ、なんかメタがそういうことをやろうとしてるっていうのを聞いたことがありますけど、あの、こういう世界、あの例えばヤシの木が生えてる南の島でみたいなベラベラ自然言語で話すと世界が組み立てられる、 AI が組み立ててくれるみたいな、でも見せて、まだ多分コンセプトかなっていう感じではあったんですけど、けどそこはやっぱり共感としてはやっぱりその 3D モデルやるのもいいですけど、多分もっと簡単な手段として最近ダリーとかもあの言葉で、うん、あの説明書くと二次元の絵が出始めてるので、その言葉によって世界が作られる、その言葉によって世界が作られてすごいですね。まるまるで神様なんです、魔法ですよ、魔法。はい、なんですけど、実はそれってそんなに遠くない未来かもっていうのは、はい、技術は近づいてきてるのかもっていうのは思いました。はい、では他にも、あの江戸様からさらにこうで、坂村先生は空間 OS の概念で家を、あ、そうなんですね、家も作っているという、まあ、だからそういう IoT 的なところもやってきてるんですかね。でキーワードはオープン、まあ、そうですね、やっぱりそのもうとにかくもあの隠してもしょうがないというか、あのオープンイノベーションっていうのはもう重要なので、いかにそのただ開きっぴろげにしておいたら人が入ってくるわけではないので、あの魅力的なコミュニティとしてオープンしていくっていうのが私は課題かなと思ってるんですが、まあ、頑張っていきたいと、はい、思っています。で企画自体も AI が作る時代が来るのかな。そうですね、なんかそういう、だからその人の、まあ、の三菱先生のお話にも、そのいろいろ情報化社会になって人はもよりクリエイティブなことをするだろうというところもあるかなと思いますけど、やっぱりその、やっぱりその知識の源泉というかは、うん、やっぱりまあ、人その人 の, その独自のオリジナリティっていうところもあるかもしれませんが、やっぱりヒューマン AI インタそのヒューマンループみたいなところは、ヒューマンインターループみたいなところがあって、さらに拡張していくみたいなところがあってもいいのかなっていうところもあるところですね。はい、で、まだまだ質問が来ていて、質問というかコメントですね。大林さんから、確かにインターオペラビリティを他業界ですり合わせるよりも AI にアナログフィジカルを解析させて強引にマッチングされる方がそうですね、だからそこってあの多分すごくこうあの業界の圧とか力関係とかがあの出てきそうなので、なんか AI によろしくあのこれは AI がやったんでって言った方がみんなが納得感があるかもしれませんね。いや、はい、あの人は決められないことが多いので、うん、そういうのは、まあ、あの AI にお願いをするっていうのはあるかもしれない。このアルゴリズムでやったらこうなりましたっていう、はい、あとは、まあ、あのとりあえずくっついたんですり合わせていきましょうみたいなあの話の方が幸せになれるかもしれない。Google 先生すごいですよね、はい、確かに。っていうところがありますね。はい、一旦ここまででだいたいチャットは読み終わりましたけども、
今のところ他に別に口頭でも全然チャットでもバンバンコメントいただいても、はい、大丈夫ですが、何かコメントのある方、大丈夫そうですか？はい。大丈夫そうですかね。はい。なければどうしようかなっていうところで、まあ、ちょっとこの3回を、ちょっと唐突に振ってしまいますけど、3回セミナーを通して、なんか三菱先生からなんかコメントをいただけたらと思うんですけど、いかがでしょうか。いや、はい、多分この AITC さんは、こういう、なんていうんですかね、まあ、優秀なって言ってあれかもしれないですけど、すごいいろいろなんですね、エンジニアが。こうコミュニティを作ってるって、この事象自体が素晴らしいと思います。で、しかも、いや、本当そうなので、しかも、まあ、こういうね、まあ、夜ですけども、時間にですね、皆さんリアルタイムで集まってくる。要はですね、割とこういうようなセミナーとかって、まあ、どちらかというと、そのなんだろう、まあ、人が来て、普通に考えてる人が多いかもしれないんですけども、私は、ここに参加されている方、皆さんの時間がここに投入されているというふうに私は考えているので、これも一つのバリューだと思ってるんですよ。で、まあ、例えば最近出すと、こういうセミナーの時に、まあ、NFT 配ったりとかっていうのがね、まあ、され始めてますけども、要は、やっぱりその時間をですね、共有して、で、その中でもって、まあ、参加することによって、いろいろなですね、知見ができたり、また自分の知見を出すことによって、それに参加してもらうというようなところでもって、まあ、私のクラスだったら多分一人一人で、こう、名前を呼んで、なぜかで日本の方って割とですね、うん、自分からものを言う方少なかったりするので、うん、だけど、多分何かこう、今日の刺激でもって、感想なり何かあると思うので、うん、まあ皆さんにできればいろいろなフィードバックをいただけると、すごい嬉しいなっていう気はします。ありがとうございます。はい。ぜひぜひ、今日、かなりふわっとした話というか、これからだ、空間オフィスはこれからだっていうお話をさせていただいたんですけども、ぜひぜひ皆さん のご意見とか、もう本当に小さなフィードバックからでも、あ、こういうことってニーズがあるんだって我々も思いますし、さらに言うとですね、こういうコミュニティに加わりたいって言っていただけると、ぜひぜひさらに嬉しいので、はい、今後とも、まあ、これで一旦はこのメタバース連続セミナーっていうのは、一旦区切りを打ちますけど、またまた多分空間オフィス成長させていろんな実証したりとかで、まあ、三菱先生とまた新しいことを やれたりしてたら、また新しいテーマでメタバースこれからみたいな話もできていけたらなというのを考えておりますので、今後ともよろしくお願いしますというところです。はい、なんか中山さんも最後なんか思うところあったりしますか？もうちょっと4分ぐらい感想でもあります。また振られてしまいました今日は中川さんでいたので、はい、いや、私もおじいさんでなかなかなんていうんですか、思うように物事が進まなくなりつつあるんですけれども、まあ、若い人っていうのもなんかちょっと言い方ですけどね、いろいろなところに興味を持ってやっていく人が参加してくれたら嬉しいかもしれないと思います。はい、ありがとうございます。はい、で私もこの3回振り返る、突然というか、まあ、三菱先生にメタバースが流行り始めてるんですけど、いかがでしょうかというところで、唐突にお願いし始めたところから、この企画もスタートしましたけど、本当にやっぱりセカンドライフ、もう19年ですね、最近19年のやつがありましたけども、うん、ほぼ20年動いているコミュニティがあって、まあ、そこからやっぱり忘れてはいけないことっていうか、続いていることというか、なんかまたバズった話で終わらせるんじゃなくて、やっぱりその、当時できなかったところ、どうぞ、当時でも重要なことっていうのもありますし、まあ、これからだとできることみたいなところを三菱先生に整理していただいて、かなり皆さんにメタバースって何だとか、どういうことが、やっぱりアバターと空間っていうところをどうデザインしていくかっていうことが重要だというところとかは伝えられたかなと思いますし、まあ、さらにその中川さんがずっと開発してきた空間 OS っていうのもやっぱりそこにつながっていくもので、それでさらにまあ多分誰もやってくれないけどすごく役立ちそうな匂いがするっていうのはやっぱりこの3回の誰もやってくれない不思議でたまらないんですけど、まあ、いや、作るしかないかっていうところは、あるのも、まあ、再確認できたっていうのは、すごくこの3回の収穫かなと思いますので、まあ、むしろこれで終わりというか、もうやっと、まあ、一旦こう、いろいろ3回やらせていただいて、これからだというところが正直な感想ではあるんですけども、まあ、今後ともXR研究グループというところかを中心に、まあ、こういう議論とかセミナーとか、さっきの言ってた OSS 開発とかやっていこうと思いますので、
はい、ただ私、一人だと潰れてしまいますので、皆さんの協力をいただけると嬉しいなと思いながら、今回の3回のセミナーの締めとさせていただきたいと思っております。ありがとうございました。で、それでは最後、田原さんにボールを返しまして、クロージングかなと思います。よろしくお願いします。はい、受け取りました。三淵先生、中川さん、そして MC 役も務めてくださった井出さん、ありがとうございました。3回でしたけど、ずっしりきましたね。はい。でも、井出さんのおっしゃる通り、これが出発点、本当の出発点になるような気もいたします。それに、まだまだやりたいっていう気持ちが強いですよね。本当に、今日聞いてくださった方、ご参加いただけると、本当嬉しいですね。みんなの力を結集して進んでいければ嬉しいなと思います。本当、お疲れ様でした。先生、ありがとうございました。ありがとうございます。で、一旦はメタバース、一区切りといたしますけれども、またメタバースで復活っていうか、再開することも考えたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。こちらに表示をいたしましたが、資料、動画、公開してございます。こちらの、URL の方をアクセスしていただければと思っております。また、今日の動画はできる限り早く公開いたしますので、こちらもぜひご覧になってください。コンパスからメッセージを送らせていただきます。また参加者アンケート、最初にもお願いしましたけど、ぜひぜひよろしくお願いいたします。参加者アンケートの中にですね、この AITC の活動に興味を持たれましたか、入会したいと思われますかっていうような問いかけもしておりますので、ぜひ忌憚のないところでお気持ちを聞かせください。そのコメントを拝見して連絡を取らせていただきたく思っております。さて、次回のオープンラボなんですが、8月の下旬に日程調整中ですと書いてございますが、実は今日、日にちが決まりました。8月の23日火曜日でしょうか、夜19時から21時ということでいたしますが、 Web3、ここのところを可能ならばという気持ちを込めて書いておりますけれども、連続講座でやっていきたいなと思っています。で、まずは最初は Web3 入門とでも申しましょうか。まあ、基盤技術となっております。ブロックチェーンの概要とか、それから最新の動向。これを平野さん、アステリア株式会社の代表取締役、AITC の顧問もお願いしてございますけれども、平野さんからお話をいただく。こういう予定でございます。これは改めてまたご案内いたしますので、また皆様ご参集いただけたら幸いでございます。ということで、なんか名残惜しいような気もいたしますけれども、また皆様にご参画いただけることを期待しつつ、このメタバースの3回シリーズ、これを終了したいと思います。最後にどうぞマイクをオンにしていただいてですね、三淵先生に拍手をお送りいただけたらと思います。そして我が仲間の出さん、それから中川さんにも拍手をお願いできたらと思います。ご協力よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは一応これにて散会といたします。アンケートの方どうぞよろしくお願いいたします。暑いよりですので、どうぞ皆様体調にもくれぐれも気をつけてお過ごしくださいますようにお願いいたします。はい、コメントで次のシリーズも楽しみ勉強させていただきますというコメントいただきました。楽しみにしててください。で、また皆様からもお知恵を拝借したいと思います。いろんな忌憚のないご意見をお寄せください。よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。皆さんもお疲れ様です。ありがとうございました。中川さん、なかなかお話したくないというような迷わせてはいましたけど、今日は中川さんメッセージを出してありがたいです。ありがとうございました。はい、うん。
とてもあっという間に2時間喋り通しでしたが、よかったです。本当、ヒデさんも喋ってた。いやはい、けど、ね、すごい、私ずっとあの参加者見てたんですけど、うんうん、今日このテーマで33人ぐらいマックスいらっしゃって、はい、最大瞬間風速は34名、ただごめんなさい、はい、2台で入ってるので33、はい、うんうん、でもほとんどそれでしたね。私それが すごいなって思ったら、減りもせず増えもせずというか、あの途中だ、うん、ちょっとなんか脱落するかなってずっと思ってたんですけど、ものすごい聞いていただいてよかったなって、うんうん、あとすごくあのクリティカルな都市 OS との関連 の質問等もいただいたので、うんうん、はい、あの多分詳しい方ですね。あの多分あれ、うん、リッツなので伊沢さんのお知り合いですかね。いや同じ部のやつ。ああそうなんですか。あのはい、あのであのちょっとダイレクトメッセージで、あのうちのあの多分都市 OS やってる方によろしくお伝えくださいと来たので、詳しい方もなと思いながらはいですね、はい、うん、まあそれにしても本当にあのテーマ設定通りメタバースの将来像とか可能性っていうのを、はい、空間 OS を含めてこう膨らますことができたっていうのが本当にありがとうございました。はい。まあこれから、まあこれからなので、これからです。そうそうそう、これからね、その気持ちを忘れずに。はい。頑張りたいと思います。はい。まあ今日この議論できたのは、まあ、クッキーを読む家の方にもフィードバックさらにできるかなと思っておりますので、うん、はい。これはがっちり松山さんが。はい。そうですね。松山さんのコメント聞かなかったね。そう、そうね、振る時間がなかった。触れる時間がなかったです。まあ、それはまた今度の。はい、また振り返り等で、あの来週、はい、また振り返りしながら議論させていただけたらと思ってますので、はい、で私はこの OSS 開発立ち上げるところ早くやらないと、あの熱量が落ちてしまうので頑張って。そうですね。はい、まず名前を決めて、あの空間 OS を移植するところから始めようかなっていうところですね。はい。コミュニティになったメリットを存分に生かしてくださいよ。はい、そうです。あのただ全責任は負うのよ。誰ぞに責任取ってっていうコミュニティじゃないですからね。そうですね。それがお願いね。はい。嬉しいと言って。まああの価値観を共有しているメンバーがみんなでやってるわけだから、本当に、はい、うん、いい活動に発展させていきましょうよ。はい。そうですね。だからすごく三上先生からも空間 OS の概念は。っていうのを押していただけるので、うん、それに応えていけたらなと思いながら、うん、はい、頑張りますってところですね。はい。じゃあ今日は若者頑張れと。もっと若い人入ってきてほしいな。はい、十分若い。若い若い言われるとなんだかこの辺でセミがいっぱい鳴いちゃう。いや、タワルトも若いけど。これからですよ。はい、はい、まあ、はい、うん、お疲れ様でした。今日はブレインからでしたからね。でずっぱり今日夜どうしようとか思いながらずっと、うん、夜なんかこの道内先生とのテーマもなんかコロコロ変えてしまったの申し訳なかったですけど、まあどういうテーマで話せば何の打ち合わせもせずにあの今日の話してたので、まあ、緊張してます、まあ、はい、うん、でも流れは綺麗だったわよ、すごく、はい、まあ、うん、うまく流れていったんでよかったかなと思いながら、うまく流してるっていう感じもあるけど、ね、はい、できたんでよかったかなと思います。またじゃ あの動画上がったらいろいろ三好先生とかにも連携したいと思いますし、うん、はい、アンケートもまたよろしくお願いしますね、はい、うん、私あの早速に三好先生とコンタクトしますので、うん、はい、次の、うん、ことに関してもちょっとご助言なりご支援なりとか、はい、コンタクトしてみますね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、じゃあそれでは今日は、はい、それじゃあお疲れ様でした。本当に終わりにしましょうか。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。失礼します。はい、明日土曜日ですからね。はい、ゆっくり休んでください。ゆっくり休んでください。失礼します。それじゃあ眠いです。さようなら。